AM 1242日本放送です。ナイツザ・ラディオショー、時刻はお昼の1時を回りました。日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋伸之です。花輪伸之です。水曜パートナーのメープル超合金安藤夏です。ナイツザ・ラジオショー、はい、本日もよろしくお願いしま す。先週はね、伊集院さんと伊集院さんがね来てくれて、差しで、で、なっちゃんもあの、なっちゃんね、合格の、あの、報告してましたよね。よかったよ。合格しました。すごいじゃん。試験ずっと頑張ってたから。やってました。なかなか言えないっつってね。いや、落ちたら恥ずかしい。勉強して、はい。いただけると。楽しかったです、勉強は。でも。ねえ、はい。坂巻も一緒に受けてたの？あ、そうなんですよ。それも初耳だったね。そうなんですよ。それで、まあ、ずっと坂巻。耳だったね。そうなんですよ。それで、まあ、ずっと坂巻って言ってたんですよ。勉強してただけなんで。伊集院さんと、やってて、で、ね、伊集院さんから振られたじゃん。なっちゃんもね、報告あるんだよねって言ったら、坂巻っていう、後輩芸人とって言い始めたから、で、俺結婚するから。あ、これを機にね。なんか、順番的に、いきなり坂巻の話から始めたから、坂巻と一緒にずっと勉強してたんですけどっていうね、そういう順序で報告してたね。そうだったね。そうですね。なんでいきなり坂巻から始めたから、坂巻と結婚だと急に。ドキドキしました。ドキドキしちゃったけど。しないです、しないです。そうだ、先週ね、そうだ、報告して。絶対に。絶対に。それで、一緒に勉強してたから、しょっちゅう一緒にいたんで。そうですね。坂巻くんもそういう、やっぱり、お仕事はされてたの？今、バイトで、はい、バイト。忙しい坂巻って、ペナントレース始まっちゃって。ペナントレース？ホームベースもやって。いや、ホームベース役やんないですよ、別に。ホームベース、どういうこと？どの球場でやってるの？ WBC はやってなかったけど。ホームベースもやりつつも。ホームベース役をやってる。介護もやんないで。資格いいけど。あるんだから、ちゃんと、ホームベース。作られてるんですから。あ、そこから立ってる。くまきじゃなくてもあるんですから。代わりはいくらでもあるんです。ねえ。面白かったね、先週の伊集院さんのやつ。あ、本当ですか。伊集院さんってさ、記憶力なんであんないいの？いやー、すごい、本当ですよね。全部覚えてなかった、なんか、なっちゃんのやつとかさ。そうです。あ、そんな生意気なこと言ってたんだと思って。覚えてないじゃん、普通。でも、あそこまで細かく。はい。いや、すごいなと思って。でも本当に一番最初なんか、あれなんだね、オーディションとかも、伊集院さんが見てたりとか。そうなんですよ。なんか、前のコンビの時に、その、オーディションがあるって言って、行ったら、もう審査員も伊集院さんで、もうドッキリだったんですよ。その番組の企画でも。ああね。めちゃくちゃ緊張するやつ。めちゃくちゃ緊張して、まあでも、まあネタやって、1時通って、で、2時がなんか動画審査みたいな。その MX の番組やったんですけど、MX の男子トイレでネタをやるっていう配信を。めちゃくちゃだよね。とか。まあでも面白い番組でしたね。いや、面白かった、そういうね。昔の話も。ジュンさんと。すごいよね。すごいです。ブラジャーの貸し借りの話もできましたけど。なんで、100なんとかなんとかですね。アンダー100。アンダー100。はい。G カップです。はい。アンダー100 G カップって言って。スラスラ言えんのか。何それみたいな。なかなかね、ないんで、サイズがね。そうだよね。なんか、昨日伊集院さんにね、ちょっと YouTube で、ちょっと伊集院さんに出てもらったから、昨日の夜、一緒だったんだ。あったんだ。あったの。で、その前の日に、バカ字からやってるじゃん。3時まで。で、それでいっぱい喋って、また、俺の YouTube でも2時間ぐらいずっと喋ってくれて、で、この後何かあるんですかって、ハライチの、澤部の体調不良の代打で。ハライチのラジオめちゃくちゃ喋りますねって言って。すごいね。めちゃくちゃ喋るなと思って。すごいですよね。もうすごかったね。伊集院さんの話が、やっぱ面白すぎて、昨日もさ。面白いですね。で、やっぱりまあ、いろんな YouTube とか見て伊集院さん話聞くんだけど、それをまだ言ってない話とかまだいっぱいあるみたいで、それも昨日なんか話してくれて、そうなんだ。その、まあ、円楽師匠の、とこにいた時に、みんながこう、ね、なんかラジオに出ちゃって、みんながお前何や落語してたのかみたいな、こう言われた時に、まあ、円楽師匠がこう守ってくれたって話はよくするんだけど、なんでその円楽師匠がそこまで守ってくれたかっていう話とか、それはね、そこまでね、
師匠がこう守ってくれたって話はよくするんだけど、うん、なんでその円楽師匠がそこまで守ってくれたかっていう話とか、うん、それはね、そこまでね、言ってなかったんだけど、うん、最近分かったんだよとか、あと、まあ普通に毎日こうラジオやってると、うんエピソードトークとかね、そういうのってどうしてんすかみたいな、うん。トーク自体がね、うん、やっぱり大変。聞きたいよね。聞きたいじゃないですか。うん、そうすると、まあ、そうなんだよね、とかつって、うん、紙と鉛筆あるかなとかつってさ、急に。うん、それで、なんか紙にこういろいろ書いてくれて、うん、ちょっとあんまり、ちょっともうそろそろね、俺も今本を出そうと思ってて、みたいな。うんまあこれ動画だから、ラジオじゃないから、ちょっとなんかコツみたいな、うんこ。こうしてこうやるとなんか話が面白くなるコツみたいな。図で表せるってことなのそれを。なんかなんかこう主語、述語みたいなの書いて、なんかそれは小学校の時の国語のなんとか先生に教わったことをずっと守ってやって、先生に教わったことをずっと守ってやってるんだよね、みたいな。うん。なんかちょっとこう、一瞬だと分からなかったけど、うん、まあ、なんとなく分かったって感じ。伊集院さんの中ではもうそれがベースにあるんだよね。めちゃくちゃ聞きたいじゃん、それなんか。めちゃくちゃ面白かった。ねえ。それでさ、なんかすごい不思議、繋がったって思ったのが、月曜日のラジオショーの時に、坂本龍一さんのね、うん、バレエメカニックって曲を俺流したんだよね。うんで、それ、坂本龍一さんの中で一番俺は好きな、曲だったんだけど、うん、その、バレエメカニックって俺なんで好きだったかっていうと、うん、日本放送の、渡瀬真希の、ミッドナイトフライトっていう番組をね、もう30年以上前ですよ。うん、俺なんか、好きだったのよ、渡瀬真希さんのことが。うん、なんだっけ、リンドバーグがちょっと好きで、うん覚えてなかったの。そういえば伊集院さんの中の箱番組だったなっていうのは最近思ったぐらい。うん、でも、うん、渡瀬真希のミッドナイトフライってみんな始まるんだけど、うん、それも YouTube いくら検索しても出てこないんだけど、うん、その中のオープニングかなんかエンディングのテーマが、うん、そのバレエメカニックだったんだよ。でそれが俺すごく好きで、うん、渡瀬真希のなんかこの始まりの音楽みたいなの覚えてたわけ。うん、そしたら、結局、その伊集院さんの箱番組の曲っていうのが分かって、うん、で、この前深夜のバカ力の最後エンディングに、うん、僕が一番好きな曲ですって、伊集院さんがバレエメカニックを流したわけ。た時に、その、聞いてて、うん、伊集院光のオールナイトニッポンのエンディングテーマだったんですって言ってたわけ。うん、あれ、オーデカナイトでも流れてたなと思って、それ昨日聞いたら、うん、そのオーデカナイトの、伊集院光のオールナイトニッポン、そのオデカナイトの、伊集院光のオールナイトニッポンのスタッフが、めちゃくちゃバレエメカニック好きで、うん、それでオデカナイトでもめちゃくちゃ流してたんだよねって話聞いて、あ、そういうつながりで、で、俺が結局それで、バレエメカニック最初好きになって、それで調べたら、あ、坂本龍一さんだったんだっていう後でなったっていうのがなんかさ、なるほど。なんか曲かぶって、とかさ、ツイッター見てたら、花輪さんと伊集院さんの曲かぶったみたいないろいろ書いてんだけど、そういうことじゃなくて、俺は伊集院さんの、その影響で、ラジオからの影響だったから、かぶったとかじゃなくて、伊集院さんの影響で、あの曲かけてたんだなって、なんか変なつながり、だってもう30年以上前だしさ、なんか不思議だって、その時からずっとやってるわけじゃん伊集院さんってさ、そうだね。それすげえなと思って、なんかちょっと感慨深かったけどね。すごいよね。うん。さんってやっぱね。いや、すごい。協力。なんかやっぱ、さんってやっぱね。いや、すごい。協力。なんかやっぱ、ゲストに来てくれた時もさ、えぐみんの豊さんの話が、やっぱもう、本当泣きそうになっちゃったもんね。なんかやっぱ。そうだね。ずっとね、えぐみ、豊さんすごい人だっていうのは、なんか、俺らは、でもなんか俺らが伝えられないものだったからさ、なんかさ、それがやっぱなんか伊集院さんの口から、ああやってなんか言ってくれたのがすごいなんか嬉しくなっちゃったというか。確かにね。ああいうのとかも多分どこにも話してない話だったろうしね。それをこう一覧のナイスのラジオで話してくれたし。えぐみの豊さんってさ、最近 LINE がまたすごい来るんだけど、豊さんの LINE ってさ、さっきの伊集院さんの話じゃないけど、主語述語がなさすぎんのよ、ユタさんって。何を言ってるか分かんないの、初め。で、この前、後輩が、弟子が解散したんですよ。そしたら、
面白かったのにな、急に LINE 来るから。これ何を言ってんだろうって。急に、うん、あ、そっか、ユダさんが好きだったのに、またハゲちゃうよってユダさんから LINE 来て。ユダさんは好きだったんだよ。面白かったのにな、うん、またハゲちゃうよって来たから、うんうんうん、何のことでわかんないけど、あ、そうか、なんとかその、解散のことだっていうのはこっちはわかるんだけど、いつもそういう感じなんだよね。だとなんか、なんだろう、今のうちに入れそうな人に言ってきます、うん、絶対に投票しないでくださいって言ったけ来たの、LINE で。で、意味わかんなくて、で今なんかこう選挙のやってるじゃん、こう今。だからなんかそういう統一地方選挙のなんかことなのかなみたいな、それ何を言ってんのかわかんなかったの。しかも奄美の旅行中だったから。あ、そしたらなんか漫才協会の理事選挙で、自分に入れそうな人に入れないでくださいって。わかんないの、ライン送る死後術後がなさすぎて。ダメでしょ、そんなライン。浜子寺子の寺子が、今回すごく燃えてるから。へ、まあこれもでも怒られちゃうのかな、それでもあれですよ。平等にしなきゃいけない。選挙活動になりますよ、それは。選挙活動になるんだ、これ。漫才協会の選挙があるんですよ。公職選挙法違反になる、公職選挙法違反になるんですよ、これ。寺子が理事やりたいらしいですよ。今、だからちょっと会員に、その総会が今度あるんだけど、いつもは総会で直接みんな、票を書いて、投票するんだけど、もうそういう時間ないから、みんなそれぞれ、もう家で、もう紙にチェックして、この人が理事でいいんじゃないっていうのをチェックして、で、投函しようっていう、今、期間なんだよね。その期間だから、だから、ユタさんは、入れようと思ってる人、つって、急に来たわけでしょ。だから俺も、奄美に来た時だから、家にそのポストを見てないから、今、投票中だと。何を言ってんだろうと思っちゃったりするんだけど、もうよく考えたら、そっかそっか、そういうことかって思ったりしたんだけど、とにかく、寺子が今、漫才協会を変えたいと。とにかく、寺子が今、漫才協会を変えたいと。でもいいんじゃない、公約だから、それは。公約掲げてさ、やってるみたいだよ。そうね。だから、その事前に連絡来たもん。立候補していいんすかみたいな。ああ、すごいね。うん。あ、もう、それはもう、ご自由にしてくださいっていう。ほんと。うん。立候補していいんすかって来たから。いいんですかだろっていうとこでもあるんですけどね。いいんすか、あ、いいんすか、まあ、その言い方はちょっと。いやいや。そこは大事。でも、そんな寺子さんがやる気あるっていうのは全然知らなくて、俺も、でしょ？ポスト入れちゃったけど、寺子さんに入れたよ。言っちゃダメだよ。言っちゃダメなんですか、わかんないですけど。言うてよ。あ、そう。あとみんな今の理事だけど。じゃ言うな。セラコさんは何を掲げてるんですか、その、どうやって変えたいとか。あ、ね、夜のライブをもっと増やしたいとか。はい、なんかそういうことを言ってたよ。いや、本当なんか若手をね、こうは。セラコがね、その漫才協会に、すごくね、力を注いでくれるのは、もちろん素晴らしいことなんだけど、まず、これみんなに言いたいのが、自分が看板になることを考えてくれと、協会に。俺は常々思ってると。自分が売れてたりすれば、お客さんが入ってくるんだから、って話をよくするわけよ、堀江にも。そしたら、なんか堀江が、なんか納得いってない感じなんですよ、みたいな。いや、浜子寺子さんも本当に新ネタライブ月に3本やってますし、あ、ごめんなさい、みたいな。超売れようとしてたっつ。ああ、じゃあそういうことね。ああ。今年 M1 の絶対決勝行くって。そう、それをやった上で、協会のことも考えてくれる。あ、そっかそっかそっか、そうだ。ごめんなっていう話をしたからね。だからそういう意味ではもう自分ももちろん、この優勝、M1 の優勝も狙ってるし。オキシジェンの三好くんとかもそうだよね。自分たちのネタもめちゃくちゃ書いて頑張って。ブラッシュアップして。上で漫才協会のことね。一生懸命やってる。それがなくなっちゃったら、意味はわからないからね。そうだ、ごめんなっていう話をしたからね。だからそういう意味ではもう自分ももちろん、この優勝、M1 の優勝も狙ってるし。オキシジェンの三好くんとかもそうだよね。自分たちのネタもめちゃくちゃ書いて頑張って。ブラッシュアップして。上で漫才協会のことね。一生懸命やってる。それがなくなっちゃったら、意味はわからないからね。だからそうしてって言ってんだけど、今回ね、ちょっと僕が紹介したい本が、ビッグボーイズ、鍋和夫さんの本が出まして、たまらんぜという本が出まして。たまらんぜ、七転び、八転び。七転び、八転びというね。はい、これがもう本当につまらない本なんです。ちょっと。読みましたよ。ロンキさんずっと読んでました。つまらないよ、つまらない。たまらんぜじゃなくて。薄い。びっくりする本ですよ、これ。前代未聞。ほとんどが漫才協会の、はい、うちらとかの、なんか証言、はい、
証言部分ですよね。はい、なんかこう、ひどい師匠のなんかこう、すまんないこの反省をこう、コウメ太夫お米事件みたいなの書いた、あるトピックス。で、読むでしょ、うん、そしたら、コウメ太夫が漫才協会に入ってきてくれて、うん、おかげで、コウメ太夫に営業をお願いしたんだ。俺は、とかって書いてあるわけ。それで、断られちゃったんだ。って言って、断られちゃったよ。そのコロナで中止になって、うんうん、会社のその企業パーティーが2つあったんだけど、2回中止になって、それでその企業からお米が30キロ届いて、うん、俺はそれをコウメ太夫にあげたら、うん、ありがとうって、言われたんだ。うん、律儀なやつだな、っていうエピソードです。前編にわたってこういう、このぐらい薄い。はい。感想というか。はい。はい、ガッハッハみたいな。誰よりやっぱ自分で笑う人だからね。ダビさんは。だからさ、コウメ太夫お米事件。それが、やっぱこう、事件。本になるとこうなるんだ。それが、やっぱこう、事件。本になるとこうなるんだっていう感じだよね。びっくりするぐらいつまんないよ、この本。おいくらなんですか？うん、これ、1500円。山中一郎さんっていう人がさ、自主出版で出してんだよ。へ、みんな山中さんの電話取材とかで書いてんだけどさ、うん、もうほとんど悪口なの、これ全部が。うん、そんなこと言ってねえよっていうぐらい悪口になって。めちゃくちゃ面白い。それはすっごい面白いよ。だからもう、なんだろう、いいことを一個も書いてないの。メンタル弱いとか。鍋さんはもう本当に器がちっちゃいとか。そうね、でなんかこう笑えないような感じなんだよね、もうなんだろう、生々しくて、で最後その相方のね、ビッグボーイズの羽生さんの、うん、インタビューが載ってんだけど、うん、まあ、僕もなんでこんな人とコンビ組んでるのかわからないですと、うん、で今平気でノイル・コイル師匠の、うん、生きていれば健康、死んでも健康だみたいな、なんかそういうギャグを平気で、うん、古舘伊知郎さんがやってた話を自分の話みたいに言って言うのも本当に嫌ですとか。めちゃくちゃ面白いじゃん。めちゃくちゃ面白いだよ。めちゃくちゃ面白いじゃん、これ。酒井邦夫徹師匠のここで笑わないともう笑うところないですよ、うん、とかをパクるんです。やってる。しかも、亡くなってる師匠のやつパクるって最悪じゃん。亡くなった瞬間にもパクってるわけだしさ。すごいね。うん。証言がやっぱ、ちょっと面白いですね、これね。あと、基本的にこの本を全部読んだら、大体軸が、ナイツがたまらんてラップ。っていう、うん、この2008年にね、うん、俺やじみたいになりたくて出したラップがあるんだけど、うん、それをいじってくれた時から、うん、ちょっとこのテレビとかに出れるようになったって書いてあるわけ、うん、そのが転機だったっていうのが大体こう書いてあるわけ、うん、だからたまらんぜラップのエピソードだけでもう30回ぐらい出てくるんだけど、うん、でなんか最近はたまらんぜラップ使ってよかったこととかって書いてあって、うん、結局そのとかって書いてあって、うん、結局その時事ネタで入れられるからいいんだとかって書いてあるわけよ。うん、だ今だとなんかコロナがひどくてたまらんぜとか書いてあるんだけど、うん、そのウクライナ侵攻たまらんぜとか、うん、そんなレベルじゃないんだろうと思ってた。そんなレベルじゃないじゃん。間違ってるね。チョイス間違ってる。チョイス間違ってんじゃん。ちょっとことが大きい、ね。うん、そういうのとかさ、書いてあるのも。すごいよ、本当にこの本。すごいけどね、うん、そんな結構波乱万丈な人生でさ、そのもうね、北海道でもうお父さん、もう、うん、生活保護を受けて、めちゃくちゃ貧乏な、うん、家からスタートして、みたいな話とか。それはちょっとグッとくるよね。それでフランス座にね、うん、弟子した話とか、うん、結構波乱万丈。なんかこう、すごい話なんだけどね。うん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 、だから自転車2万円のね、自転車をね、うん、20回払いで、うん、買ったりするぐらい貧乏だったから、20回払いで、うん、買ったりするぐらい貧乏だったから、うん、みたいな、ちょっと子供の頃泣きそうになる。もう夢はバキュームカーの運転手になるとか。そうそう、バキュームカーの運転手になるっていうのは、そうそうそう夢だったとかさ。うん、なんか、まあまあ、なんだろう、ちょっと感動するんだけど、証言者がさ、例えば初めナイツとかさ、うん、おぼんこもんとかなんだけどさ、うん、やっぱ漫才、人脈がさ、どん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 マニアックになってくるわけよ。うんうん、なんか、最後らへんさ、うん、最後らへんの証言者が、なんか、武田勝美さんっていうさ、うん、おじさんみたいな人がさ、証言者で、伝説の漫才師、ダブルケンジのマネージャー、誰だよみたいな。面白い。ダブルケンジ賞すごいけど、マネージャーさんだね。知らないよみたいなさ。そういう感じ持ってくるって。まあ、最高だよ。
これもう本当に、ね、うん、ちゃくちゃ、うん、いやおすすめですよね、うん、おすすめだね、ぜひね買っていただきたいなと思います、うん、ぜひぜひ、ね、おすすめだね、ぜひね買っていただきたいなと思います、ぜひぜひ買っていただきたいと思いますね、はい、ありがとうございます、はい、本当に、はいはい、さあ、うん、ここで電車の情報です、はい、東京メトロ東西線は、明田駅と茨木中山駅の間で発生した沿線火災の影響で明田駅と西船橋駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。東京メトロによりますと運転再開は午後1時30分頃の見込みです。ご利用の方はご注意ください。電車の情報でした。はい、メールが言いましょうか、はい、宮城マイケルさん、私は新婚旅行でオーストラリアのゴールドコーストと、うん、ハミルトン島、ハミルトン島に行きました。気候がいいし食事も美味しいし、うん、海が綺麗で最高でした、うんうん、土屋さんのお土産話聞きたいのでお願いします、うん、ハミルトン島は行ってない、行ってない、うん、ゴールドコーストにいました。気候とかいい、気候最高でした。もう暖かくって、まあでも暑すぎず、本当に海入って快適みたいな、うん、湿気がそんなないの、湿気もない。見たら私40年前に行ったよとか、ゴールドコースト、ゴールドコースト、あー、じゃあバブルのとかもみんな行ってたのかな、の時とかすごいんだって、うん、だからそのなんかゴルフ場とかめちゃくちゃあるし、うん、青木勲通りとかあったりとかするぐらい、世界の青木、そう、なんかいろんな芸能人の名前が、芸能人とかゴルファーとかの、うん、そのなんか有名な人の名前が通りに入ってるみたいなところですね、オーストラリアに、うん、すごいね、うん、なんでそれ土屋ストリートみたいでないですか、土屋ストリートないね、その、うんうん、この間観光で初めて行ったから、まとめてね、まとめて土屋タオとかさ、もう全員の力で一つで、いやもうほとんどタオでしょ、土屋ストリートあるとしたらアンナとタオとさ、あ、まあアンナの基準もあるか、ね、でも、うん、ほとんどタオになっちゃう、レオとアンナとタオ、レオ、うん、ナイツ土屋と土屋レオさんの比重弱いんじゃない、ちょっとやっぱり、土屋ストリート比重弱いんじゃない、ちょっとやっぱり、土屋ストリートできたらいいですね、今後。あれコアラは見たの、コアラは一応まあ初日に行って、行かないといけない、そこら辺歩いてんじゃない、行かないといけない、あ、コアラに、コアラのそこら辺歩いてるでしょ、オーストラリア、でも車でそのなんか山の方とかタクシーとか行くと、うん、行くといるの普通に、あのコアラ注意って、あの、看板もある、カンガルー注意、引いちゃいけないってことだよね、まあまあそうだね、え、野良のコアラがいるってことですか、野良のコアラが、昼間から出てくるのコアラって、いやまあさすがにやっぱ夜行性なんでしょ、その運転手さんは、うん、まあカンガルーは会ったことあるけど、うんうんうん、コアラはさすがにないって言ってたけどね、でも看板は一応出てる、人がいると絶対出てこないのかもしれないね、車の音とか、ね、そうね、うん、危ないから、でもこうすごいみんな安全運転で、いいらしいんだけど、うん、あの事故が多いんで、それはほとんどもう動物に、カンガルーぶつかるとかっていう事故が多いって言ってた、うん、ちょっとなんかかわいそうだね、なんかスピード多いんで、それはほとんどもう動物に、カンガルーぶつかるとかっていう事故が多いって言ってた、うん、ちょっとなんかかわいそうだね、なんかスピードを出しすぎちゃうとね、うんうん、だから私も初日は動物園行ったけど、うん、そのオーストラリアのその何コアラとかに会える動物園のもう入り口チケットに買って、入り口入る前のもう外の茂みにもうこんなでっかいトカゲがいて1メートルぐらい、天然の、それのそっちの方がすごいな、そっちの方がすごいね、そっちの方がすごい、何これっていうのトカゲが何匹もいて、うん、でも怖くない普通に、いや怖いよ、だって1メートルって超でかいよ、超でかいよ、うん、子供は触ってたけどね、触っていいんですか、まあ、触ったらまあ逃げるけど、あ、今触れたみたいな感じ、もう本当にいるし、で、あの上見たらもう見たことない色の鳥とかいて、なんかインスタに鳥めっちゃ乗せてました、取り上げた、もうとりあえずもうこれだけあげとこうと思って、なんか映えるカラフルな鳥、虹色の鳥だけあげとこうと思ってそれあげた、鳥好きなんですか、あとはね、まあまあ動物全般好きだから、うん、あげたけど、ね、カラフルな鳥とか間近で見たいです、そうだよね、あれはまあすごかったね、だまあ自然だね、自然をすごい大自然やるっていう感じ、まあ、あともその土曜日話したけど、そのなんかいろいろ調べていったら、ディナーショー、そのディナーショーとかは全然もう何言ってか分かんなかったし、なんかちょっとエンタメに触れようと思ったらなんかあんまりやっぱなんかちょっとオーストラリアのエンタメはちょっと分かんなかった、ね、英語も分かんないのもあるし、そのなんかとタクシーとかで流れてたラジオ、それこそラジオも、もうなんだろう、クイズ出してたの、なんか
それは分かったの。なんてクエスチョンみたいな。クエスチョンみたいな感じで、多分電話先のリスナーにクイズ出したんだけど、もう何も聞き取れなくとかって、あの、クエスチョン出したら、リスナーが、コアラって言ったの。ブブーってなったの。そう、まあ、オーストラリアで。そんなベタなさ。コアラ、コアラって答え。そう、衝動的なやつじゃないよ、そんな。そんなベタな。思ったんだけど。やつ長い。そんなベタなやつ。日本でだって。あるって思った。侍みたいなさ、こと言ってるみたいなやつでしょ。そう思ったんだよね。うん。うん、ない、ないだろうと思ったんだけど、うん、そんな、多分なんか、だからめちゃくちゃ、つまんないクズだったんじゃないかな。めちゃくちゃつまんないじゃん。めちゃくちゃつまんないラジオだったんじゃないかなって、そう、想像するとね。聞き取れたのはそこだけだったから。ああ、そう。うん。ネクストクエスチョンって、あと言ってたから。そうかっね。コアラがブブーで、ネクストクエスチョンって言ってただけだった。オーストラリアのラジオもそういうクイズのコーナーとかやるんだやるんだ。世界共通の、ね。やるんだなと思ったし。楽しいんだ、うん。とりあえずコアラでチャレンジしたんだなっていうのは、ね、そう思った。まあ、そう。そうだね。フリーとかって、バンコク共通でいけそうだもんね。いけそうだよね。フリーのコーナーは。確かに。でしょうね、クイズだったら。いや、泣き声だったら、そうだ、聞いてたらわかるじゃん。ああ。その、なんだろう。でもずっとベラーって喋ってただけだから。わからない。うん、わかんない。何を言ってたか。でも正解がコアラだったの？いや、違う。ブブーだった。ああ、だから、正解は言わなかったですか？ハッピーハッピー、ハッピーハッピーだったんだね。正解が、細木和子に、そうか。解明した名前は何だったでしょうって。うん、アニマル提案の。うん。で、コアラ。正解じゃん。きっかけだったね。正解、正解。ハッピーハッピーで、正解はハッピーハッピーだから。あ、コアラって言って、ブブーって正解はハッピーハッピーでした。ハッピー。っていうことか。モンキー、モンキッキー、お猿。お猿。お猿、モンキッキー。細木さん。で、あながちないことはないよ。ないことはない。ハッピーハッピーさんが、今、オーストラリアを拠点にしてるってことだって、全然考えられるから。つい最近までは、なんか板橋の知り合いの店に花を出すから、ナイツで出していいかって連絡しょっちゅう来てたけど。じゃあ日本にいや、だからそう。ごめんなさい、最新の小原さん情報はちょっとわからないね。可能性はないことだ。俺合わなかったけどね。この構想で、小原さんには合わなかったけど。後ろ髪めっちゃ伸ばしたさ、髪型にしてたし。髪型変えてたから気づかなかったの。今井達也と同じ。西武の今井達也と。いや、そんな。高橋コーナーと。始まる前もずっと言ってたけど、西武の今井達也と。今井達也の髪型。ありえないとかって言ったけど、なんなんすごいですね。マスコットキャラクターになろうとしてんのかな。そのままライオンになろうとしてんのかな。すごかったよ。縦紙にしようとしてる。縦紙にしようとしてるね、今。西武の選手、みんな。そうね。いや、いいっすね、オーストラリア。羨ましい。いいっすね。で、その、サーファーズパラダイスっていうところだから。サーファーズパラダイスっていう、何なの？地名っていうか、もうビーチの。ああ、それをすごい言うんだよ。それが、なんかやっぱ、日本人はさ、なんかちょっと違和感あるじゃん。なんか。で、その、早坂営業日曜日あって、帰ってきたから。で、それで、ニッチェの近藤がいて、土屋さん、オーストラリア、どこ行っサーファーズパラダイスっていう、何なの？地名っていうか、もうビーチの。ああ、それをすごい言うんだよ。それが、なんかやっぱ、日本人はさ、なんかちょっと違和感あるじゃん。なんか。で、早坂営業日曜日あって、帰ってきたから。で、それで、ニッチェの近藤がいて、土屋さん、オーストラリア、どこ行ってきたんですかって言ったから、ゴールドコース。ゴールドコースのサーファーズパラダイスってとこに行ったんだよって言ったら、キモって言われて。まあ、なんか、どういうこと？風俗とかだと思ったのかな？ちょっとわかんないけど、近藤。近藤ひどいやつなんで、あいつは。そう、多分ね。なんか、わかんない。俺がサーファーズパラダイスに行ったっていうことがキモ。なんで？そんなバッサリないじゃん、その人。キモって言われて。いやいや、その、すごいね、いい波が来るから、その世界中のサーファーの憧れの場所なんだよって説明しても、いや、キモ。何でだろうね。でも本当の、なんかこう、プロのサーファーはもうちょっと南に行ったところに、キラビーチってところで、そのキラビーチ相性合わないじゃん。近藤とは。相性合わない。相性合わない。もう、でもその、ゴールドコースト、ちょっと街の方は繁華街だから、すごいいっぱい有名なとこもあったよ。ハードロックカフェもあったよ。キモとかつって、もう全部キモ。娘みたいになったんだ、近藤が。ハードロックカフェは、別にいいじゃんね。いいじゃんね。あるよ、あれ、ハワイとかにも。全部そのスイッチに入っちゃったの。入っちゃったの。でも、その、ゴルフが有名だから、もう車30分圏内のところに行ったら、もう20軒以上ゴルフ場があるんだよって言ったら、行きたいって言ってた。ゴルフ好きだから。あいつ。ゴルフ好きだから。腹立つな。花園ゴルフチャンネルも出たもんね。そうなんですよ。まあちょっと今日もね、俺朝行ってきたんだけどね。やっぱダメだね、人がいないと、ちゃんと。あ、一人で行って練習した。ちょっとそう、一人で行ったんだけど、ダメだね。
いやでも動画見たけど本当にうまかったけどね。全然当たんなかった今日行ったら。ああそう。うん、あじゃあやっぱ近藤いないとダメなの。ダメだね。人に教えて。だからそれを言われたの早坂さんから、うん。絶対に初めは誰かに教わなからって。うん、ああそう。でもなんか一回一人でやってみてもいけるかなと思ったけど全然当たんなかった。難しいんですね。うん、難しかったけど。へえ。奥が深いなと思いましたね。明後日やるやんなきゃいけないからそのラウンドで。あそうもう。そうそうなんだよ。だからもうさすがに今日行っとかなきゃなと思って行ったんだけどダメだったねもう全然。お盆師匠の新潟ゴルフツアー。あ、俺はだから、断った。今月。ゴルフ朝やってから営業行こうって言われたんだけど、さすがにまだそのレベルじゃないから、うん、お盆師匠に断ったら、なんかお盆師匠がちょっと嬉しそうだったのよ。うん、なんだろうと思ったら、うん、じゃあ、あの、小盆と一緒に、うん、あの、一緒に来てくれ、っつって。うん、なんか小盆を付き添いする人を探したみたいで、自分が嫌だったみたいで。マネージャー役をやってくれ。そうそう。じゃあ、小盆と一緒に、みたいな。動いてくれ、みたいに言われた。はい。はい。それでは、そろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person host. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready?The Radio Show! まして、こんにちは。ナイツの土屋信之です。はい、花信之です。専用パートナーのメイプル超合金アンドーナッツです。ナイツラジオショー、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。今日はゲストが2組来てくれます。うん、まず2時台はカンニング竹山さん。はい、そして3時台には初のエッセイを発表したばかりのオズワルド伊藤くんが来てくれます。そして今日のメールテーマはこちら。肩の荷が下りました。はい、先週我々ナイツお休みということでなっちゃんは大先輩の順位さんと2人でラジオ、緊張もしたと思いますが、はい、無事終了して肩の荷が下りたと、ね、いうことで、うん、まあ、ずっとね長いもそうですよ ね、 そうだね、荷が下りたとちょっとほっとしたんじゃないちょっとほっとしましたね、はい、よかったです、まあ、そういったね、まあ、会社のプロジェクト成功させたとか、なんか家の中で虫退治したとか何でもいいのでね、あなたの肩の荷が下りたというお話教えてください。そういえばバイクも治ったのね。治りました。治ったね。よかったね。よかったです。いろいろ最高じゃん今、うん、今最高の状態です。よかったよね。ね、最高の状態だね。アドレスなっちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com rs はラジオショーの頭文字アルファベット小文字で、ツイッターはハッシュタグナイツラジオショーをつけてつぶやいてください。メールが採用された方には漏れなくその他抽選で5名の方にラジオショーニューステッカーをプレゼント。それではナイツザラジオショー、この後3時30分まで生放送です。お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いてもラジオで聞いてもラジコで聞いてもラジコで聞いても放送です。お聞きの番組は FM93 AM1242ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ、0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？車を高く売り、高しのサイトを使えば、車高く売れるんです。車高し？車たかしは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分、あなたの車の情報を入力。それだけで最大8社の買取店の査定額が無料でわかる。あとは一番高いお店を選ぶだけで。車高く売れる。そう、車高く売りたいなら車たかしで検索。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代女性主婦の方からの感想をご紹介します。私は生活費のためにデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなり、まだ小さかった子供たちを育てるため
仕方がありませんでした。それを返し終えたのは5年前です。過払い金のことは完済前から知っていましたが、借り入れが少なかったため、自分には関係ないという気持ちになり電話をしたんです。そしたら、100万円を超える過払い金がありました。このお金は家具や布団の買い替えに使います。このように、クレジットカードのご利用経験者に過払い金が戻るかもしれません。あなたに過払い金がいくら戻るか、今すぐ無料でご確認ください。間違っていても構いません。過払い金がないことの確認も可能です。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの小池さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路は東京外環道内回りが故障車のため渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは、戸田西インターと和光北インターの間の先玉大橋にトラックが故障して止まっているため2キロ半渋滞しています。外回りは外環三郷西インター付近の事故に伴う規制は解除されましたが、3キロ半渋滞しています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で断続的に5キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に2キロ半の渋滞、中央環状線の外回りは熊野町ジャンクションを先頭に西池袋付近まで3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの小池でした。小池さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。飯田浩司の OK コージーアップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、あの小池でした。小池さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。飯田浩司の OK コージーアップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、6月25日開催。ゲストは青山ショーアップナイタートゥデイ。この時間は N ノーズ司法書士法人中央事務所ナブコシステムがお送りします。はじめまして、センチューです。くんくん、僕らは花が効くがんのリスクを嗅ぎ分けます。がんのリスクがわかるの？はい、くんくん、僕らが見つけます。がんのリスク、早期発見サービス、センチュー N ノーズ。詳しくはセンチューくんで検索。クレジットカードのリボ払いにも過払い金があります。対象者に返金されています。あなたが対象か中央事務所でご確認を。 0120-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。触れてごらん、ナブコのドアを、そこにときめきの時、開けてごらん、ナブコのドアを、そこに新しい。自動ドアは 0120-0725-86 オーナブコハロー。 The Radio Show。 さて、この時間はこちらをお届けします。ショーアップナイタートゥデイ。プロ野球の最新情報、そしてショーアップナイターの聞きどころをご紹介します、うん、今日は日本放送ショーアップナイター解説者真中満さんと電話がつながってます。真中さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと一言言わせてください、真中さん。何でしょうか。ブリンソン、ごめんなさい。ちょっと一言言わせてください、真中さん。何でしょうか。ブリンソン、ごめんなさい。あれ、頑張りましたね。ブリンソン、昨日ね、あんな打つと思わなかったっすよ。いや、すごかった。すごかったっす。あれ、ブリンソンですか、ブソソソンですか。ブソソソンじゃないですよ。クソソソみたいな。ブソソソソじゃないんですよ。クソソソみたいなネタにしてないですか。ナイスバッティングでしたね。ナイスバッティングでしたね、昨日ね。悪かったですね。サイクルまでもう一歩ってとこでしたね。あ、そうですね。三塁打出ればね、サイクルランダーでしたけども。はい、よかったですよ。やっぱり、真中さんは、今年、はい、ヤクルトスワローズはね、はい、この1位予想してますけど、はい、ちょっと今、ヤクルトと阪神のこの2強みたいになってきてませんか。あ、そうですね、ね、まあ、ちょっと投手力が特にヤクルトと、ね、阪神がいいのかなってところで、阪神はね、やっぱスタートダッシュ、うん、イノジーと、ね、森下っていう新しい選手が2人ね、頑張ってるんで、はい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 、非常にこう打線の活気がありますよね、今ね。うん、そう、森下もいい選手取りましたね、ドラフトでね。
取りましたね。もうなんかいい活躍してますもんね、今ね。しますけど、はい、ヤクルト、打線の方はあんまり良くないんだ。そうなんです。ですが、ピッチャーがね、頑張って勝ってますんで、クローザーのね、マクガフが抜けた穴っていうところ心配されてたんですけども、はい、田口がね、しっかり球界を抑えてますんで。田口が今、クローザーで。そうなんですよ。だからね、結構いい状態というかね、流れは非常にいいですよね。ドラゴンズとね、はい、一応2位に真中さん予想、はいはい、していましたけども、はい、なかなか今年もちょっと打線がね、あまりこう得点力が少ないですよね。そうなんですね。ただやっぱりピッチャーがいいんですよ。昨日もね、ヤクルト1対0なんですけど、まあ、だから少ないチャンスを生かして勝っていくイメージで僕はちょっと中日を上予想したんですけども、ドラゴンズのね、投手陣は本当にいいですよ。投手陣はね、もう本当全員が6回、7回でね、はい、1点に抑えてね、活躍してますから、はい、あと DeNA と広島、はい、4連敗、5位、6位で予想してますけども、はいね、これちょっとこう当たっ、あと DeNA と広島、はい、4連敗、5位、6位で予想してますけども、はいね、これちょっとこう当たってますよね、当たっちゃってます、今のところ、当たっちゃってますね、やっぱりちょっとなんかあんまり、あれですか、うん、前評判とかは、真中さんの中では。ちょっと低かったわけですか。そうですね。DeNA はね、ちょっと先発頭数は上がるんですけど、はい、絶対的に投げれるというとやっぱり今永ぐらいなんですよね。あで、まあ、そんな中ちょっと今永も今開幕ね WBC の関係で少し調整が遅れてますんで、先発がね、5回持たない試合が多いんですよ、 DeNA が。なるほどね。なのでちょっとね、苦しい展開になってますよね。はい、結構ね、はい、今のところ予想当たってるで真中さんですけれども、ね、さて、はい、今日のショーアップナイターは、うん、DeNA 対巨人の試合を解説野村弘樹さん、実況清水久志アナウンサーで試合終了までお届けします。はい、真中さんの解説も楽しみにしておりますので、はい、今シーズンもショーアップナイターよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。夕方5時30分からのショーアップナイターぜひお聞きください。ナイタートゥデイでした。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何。肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光。ドキドキワクワク楽しいが溢れ出す、あなたの日常に驚きを。快適な居心地空間を提供するドキワクランドは東京、神奈川、静岡に9店舗展開中。すべての人に感動を。パチンコ&スロットドキワクランド。今日はアパホテルで活躍する東京ヤクルトスワローズ OB の川本良平さんが来ています。よろしくお願いします。打った大きい最安値一直線。最安値の執念が素晴らしいですね。アパチョクからなら比較なしで最安値ですね。アパチョクからなら比較なしで最安値。ホテルはショーアップナイタートゥデイ。この時間は久光製薬、パチンコ&スロットアミューズ、アパホテルがお送りしました。ズー。私台湾の知り合いからはですね、ジミーと呼ばれてます。ちょっと待ってください。なんでジミーなんですか。ジローだから。新報ジローズームそこまで言うかは今日午後3時半から。ジミー。どうも。ジミーって言うとなんか違うな。ジミー大西さんみたいだな。なんかイラスト描かなくちゃ。この時間はこちらのコーナーをお届けします。ニュースター発掘しましょう。このコーナーは有名無名問わずいろんな芸人さんの名前が飛び交う水曜日らしく、世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介して、この番組から未来のスターを発掘しようとした。聞いてるわけねえだろ。食い気味で怒られました。こっちだってやることあるんだよ。聞いてるわけねえだろ。やることあるんだよこっちだって。初回は園芸温泉とジグザグの2人が担当しました。うわー、ちょっとまだ聞いてないわ。まだね、初回聞いてないという方のために特別予告編をご用意しましたので、こちらお聞きください。ナイツザラジオショーが壮大なスペクタクルと低予算でお送りするこの春おすすめの超大作、それがナイツザラジオショープレゼンツニュースターのオールナイトニッポンポッドキャスト。突然パーソナリティに抜擢され、運命の歯車が狂わされたお笑い芸人4組。園芸温泉の杉山です。山木です。
阿部です。どうも、呼ばれて飛び出てジャ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 ンプです。ジャンプです。呼ばれて飛び出てジャ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 ンプです。ジャンプです。お願いします。ダジャレ始まり始まり夏決まり。売れない芸人の叫び。だから、みんな売れてんだなって今改めて取り残されてるね。完全に売れてないの俺らとジャガーモンドだけじゃないですか。隠していた秘密。芸人になるっていうと、うん、反対されそうだから最初、うん、放送作家になるって言う。そして父親との開口。まだ親父さんに言ってない。そう、俺はまだ、まだ言ってないの。芸人だっていうのはとまだ言ってない。結構硬い。あ、かかってる。もしもし。ナイツザラジオショープレゼンツ、ニュースターのオールナイトニッポンポッドキャスト、日本放送ポッドキャストステーションで好評配信中。サラバガニでーす。という予告編ですけども。グッときて、きちゃった。という予告編ですけども。グッときて、きちゃった。グッときました。ね、聞きましたよ。あ、聞いた、聞いたの、なっちゃん、はい、聞きました。グッときた。いや、あ、グッと来る場所もあります。そんなに、お父さんの話みたいな感じ、まあそうですね。ちょっとこう、グッと来るところは。グッと来そうで来ないやつ。来ない、ね。来そうではあるんだ。あ、でも面白かったですね。面白かった。はい、面白そうだね、はい、うん。ちょっとなんか、かっこいい作りのね、予告編にしてますけれども。そ、はい、そして、ニュースターのオールナイトニッポンポッドキャストでは、コーナーのメールも募集中です。現在募集しているコーナーはこちら、上品ダジャレ。はい。第1回、第2回ではジグザグと園芸温泉が担当してますが、ジグザグのジャンプはダジャレが大好き。はい、本人曰くレパートリーは100兆あるそうです。そして相方の阿部くんは初回である方にお叱られたそうです。うん、ということで、この2つを組み合わせて謝罪の中にダジャレを盛り込んだセリフを送ってください。はい。ダジャレを盛り込んだセリフを送ってください。はい。例題も届いております。このと、この通り、許してくださいたまスーパーアリーナ。申し訳ございませんの利休。ご機嫌うるわシューマッハ。こんな感じで送ってください。これやっぱりジャンプが読まないと、まあね。ジャンプが読まないとね。ジャンプが読まないと。うん、俺たち、ちょっとなんか。ちょっと、うん、はい。そうですね、うん。苦しいね、なんか。なんか、難しいですね。ジャンプのものですね、なんか。そうですね。本当はね。これをだからリスナーが考えてジャンプに読ませるという。うんうん、そうだね。ね。これ試みでございます。コーナーへのメールやジグザグと園芸温泉への質問、そして番組を聞いた感想などを送ってください。メールの宛先は、ラジオショーのメールアドレス、rs@1242.com までお願いします。ナイツザラジオショープレゼンツ、ニュースターのオールナイトニッポンポッドキャストは、毎週土曜日、日本放送ポッドキャストステーションで配信中です。ぜひお聞きください。中央事務所より、クレジットカードをご利用した経験のある、あのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在、リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか、無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ダンボールどこで買えばいいんだろう。それならアースダンボールでしょう。2600種類から選べて1枚から買えて、フルカラー印刷も販売0円で、オーダーはスマホからできちゃうんだよな。それってすごくない？14時までのご注文で翌日配達、最安 3.8 円からのアースダンボール。ベリーベスト法律事務所より、 B 型肝炎の方へ50万円から3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。お知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者のおよそ5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方もご相談ください。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。準備期間も必要ですので、まずはあなたも給付の対象か今すぐご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。
お電話は 0120-70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。続いてアミドの 3S がお送りするハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは、お伝えします。江ノ島の植物園サムエル・コッキング園の入場料がこの4月から終日無料になっています。江ノ島灯台のシーキャンドルとサムエル・コッキング園は人気のスポットです。サムエル・コッキング園、実は去年の10月から昼間だけ無料になっていたんですが、今月から午後5時以降の夜も無料になりました。ただし夜のイルミネーションとかイベントがあるときは有料になります。今月は4月15日から江ノ島国際芸術祭が行われますので、とかイベントがあるときは有料になります。今月は4月15日から江ノ島国際芸術祭が行われますので、この時期は昼間のみ入場料無料となります。今のシーズン、春の花で見どころ満載ですが、さらにこの芸術祭に向けて新しい花の準備が始まっているということです。サムエル・コッキング園は和洋折衷で南国風のあふれる江ノ島ならではの植物園です。明治時代の温室遺構を活用した展示体験棟やギャラリーなどもあります。多くの方に楽しんでもらえればと、4月からは終日入園料無料です。江ノ島に来たらサムエル・コッキング園おすすめです。いらしてください。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、はい、肩の荷が下りましたというテーマなんですけど、はい、今日のテーマですね。そうなんです ね、 ね、行かなきゃ ね、 ね、そうなんです。あと目の検査とかね、なんか憂鬱で、そう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 、ね、視力が落ちてたらどうしようとか、なんとかクリアしました。なんとかクリアした、はい、ああ、よかったですね。よかったです、ね、これであと5年、ね、あと5年、あ、素晴らしい、はい、ありました、ください免許ありがとうございます。ありがとうございます。窓を開けて新しい風、アミドスカシ夕焼け、変わらないままでいたいね、って願いながら眺めた。アミドの 3S。 時刻は1時52分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。台湾の蔡英文総統が4日中米歴訪を終えて、経由地のアメリカ西部ロサンゼル歴訪を終えて経由地のアメリカ西部ロサンゼルスに到着しました。議会下院のマッカーシー議長と5日に会談する予定です。アメリカのメディアによりますと、1979年の台湾との断交後、台湾総統が現職のアメリカ下院議長とアメリカで会談するのは初めてです。バイデン政権は、蔡総統は中米訪問に際してアメリカに立ち寄っただけで公式訪問ではないと繰り返し指摘しています。台湾メディアによりますと、蔡総統はロサンゼルスに6日まで滞在する予定だということです。次に、日本学術会議の組織見直しをめぐり、政府は会員の選考に関与させるために新設する予定の選考諮問委員会について、メンバーは5人とし、科学の知見を持つ関係機関と協議をした上で学術会議の会長が任命するとしました。今日は現在、現職の会員らが新会員の候補者を選んで総理大臣に推薦しています。政府案では、学術会議は会員選考の際にあらかじめ諮問委員会の意見を聞き、その意見を尊重しなければならないとしました。午前の記者会見で、学術会議法改正案を今の国会に提出したいと述べた松野官房長官です。日本学術会議法の一部を改正する法律案については、精力的に検討を行っているところであり、学術会議に丁寧に説明し、十分にご意見を聞きながら、引き続き今国会への提出を目指して検討を行い、できる限り速やかに提出したいと考えています。おしまいに、携帯電話の基地局整備をめぐる業務委託費を水増しし、
楽天モバイルからおよそ24億円を騙し取ったとして警視庁は今日楽天モバイルの元物流管理部長佐藤裕樹整備をめぐる業務委託費を水増しし楽天モバイルからおよそ24億円を騙し取ったとして警視庁は今日楽天モバイルの元物流管理部長佐藤裕樹容疑者46歳ら3人を詐欺の疑いで再逮捕しました。3人は共謀しておととし8月基地局整備のための資材の運送や保管業務について水増し分のおよそ9億円を含む24億円ほどを楽天モバイルから業務委託先の日本ロジスティックの口座に振り込ませ騙し取った疑いです。警視庁によりますと3人は総額およそ300億円を楽天モバイルに支払わせ正規の事業費を除く100億円ほどが水増し分だったとされます。このうちおよそ50億円が元部長に還流し高級車の購入などに充てられたとみられています。この時間のニュースは以上です。森田さんありがとうございました。ルーブルには愛やルーブル美術館のコレクションからえりすぐりの73点の名画を通じて西洋絵画における愛のさまざまな表現を体感できるルーブル美術館展愛を描く、ただいま六本木国立新美術館で開催中。詳しくはルーブル展で検索。来ております、はい、兵庫県の中見さんです、はい、私の親からの LINE も主語がありません、うん、この前突然辛い方がいいよねと来たので誰かに送るはずの LINE を間違えたのかなと思い私に聞いていると聞くと あんたしかないでしょ、うん、豚汁に七味を入れるかどうか聞いてるのと怒ってきました。主語述語大事です。わかんないよね、うん、わかんないですよ。完璧に間違えたっていうわけじゃないもんねこれね、うん、その前に普通に会話をしてて、うん、急にちょっと離れたから LINE になったとかなのかな、うん、ちょっと豚汁の話はしてたのかな前にね。してたのかもしれないね、うん、じゃなきゃおかしいよね、じゃないとおかしいね、急に、うん、辛いのがいいよねっていうのはね。なんかもう完全に間違えたやつはこの前来たけど LINE グループ20人ぐらい入ってるやつに、うんうん、あれカレーのルー買うんだっけって話だったのよ。だからなんか10分後ぐらいに取り消しましたってなってたやつ。絶対間違えたんだこれ誰かと思ってから恥ずかしいですね。 LINE グループ恥ずかしいですね。やだな。奥さんに送るやつだったんじゃないかなと思うんだけどさ、マネージャーと奥さん間違えちゃうんだよね俺よ。ええ？マネージャー、そうだ、うん、マネージャーに、うん、萌ちゃんにあの何時頃帰るからとかたまに LINE しちゃうの間違えて。あ、そう。なんですぐ、あの、消すけど。なんでだろうね。なんでだろうね。なんでなんですかね。ざっくり女性ってだけで。使う LINE っていうだけで、あの、隣だからとか、うん、頭の中で分けちゃってるのかもしれないね。なるほどね。なんか子供がさ、うん、最近あの、携帯持ってんだけど、LINE、うん、をさ、うん、あの、使うようになった。で、なんとかしたらさ、普通に、すごい話で了解って書いてきたからさ、うん、あれと思ったら その後から奥さんが打ってたみたいで、あ、通りでなん か会話がおかしいなと思って、うん、そうそうそう、怖かったもん。急に了解しました、ね、親がね持ってるって時あるからね、結構ね、はい、まだまだメールお待ちしております。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz、 FM ならビルやマンションでも受信しやすく雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93、 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。法律事務所未来を肝炎患者とご家族の方へ。幼少期の集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスに感染された方、その方から母子感染などで感染されたお子様にも国から最大3600万円の給付金が受け取れます。 B 型肝炎で亡くなられた方のご遺族もご相談ください。給付金請求のことなら未来をにお任せください。相談料着手金は無料です。 0120-783-005 悩み005、東京弁護士会所属法律事務所未来を。おいしいコーナー、おいしいよな、シェキひとふり最高な、うま辛コーナー、乳酸菌いるニュータイプなキッチン、キャンプみんな飲み方、個性おいしいコーナー、キムチパウダー
通り最高な旨辛コーナーチェイキロー。ゴセイ ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信之です。花信之です。メイプル超合金の安藤夏です。さあ、それでは2時のお天気です。なっちゃんお願いします。はい、2時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 18.9 度、湿度 44%。 東京地方今日の天気は晴れのち曇り。関東地方は日差しがたっぷり届いています。午後は雲が増えていきますが雨は降らないでしょう。最高気温は20度から22度くらいの予想で、昨日より同じかやや高く、この時期としても高いでしょう。夕方以降も気温の下がり方は緩やかでしょう。2時のお天気をお伝えしました。はい、ありがとうございました。ここでまた電車の情報です。沿線火災の影響で運転を見合わせていた東京メトロ方です。沿線火災の影響で運転を見合わせていた東京メトロ東西線は、先ほど午後1時48分頃、全線で運転を再開しました。ただダイヤの乱れが発生しています。ご利用の方はご注意ください。はい、うん、ということで、うん、はい、この後、CM 挟んで本日のゲスト、はい、カンニング竹山さん登場です。東京税理士会所属税理士法人48より、最近身近な人を亡くされた方へ相続税の申告はもうお済みですか？申告期限方は今すぐお電話を0120-400-800-400-800。鹿児島県産の新バレーシャは南国の温暖な気候で育ち、風味豊かで皮ごと食べることができます。ビタミン類も多く、ポテトサラダや素揚げにするのがおすすめ。鹿児島県産新バレーシャをぜひお召し上がりください。 JA 鹿児島県経済連。お聞きの番組は FM93、AM1242、ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。カードローンの過払い金は中央事務所、代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。なんとクレジットカード発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10-10。 Welcome to the Radio Show Guest Show! Let's get started!大阪泊まってたりするから。さあ、日大最初のゲストショーと題してゲストの声をお送りしています。始まった。あ、ごめんこれ土曜日ラジオお世話になった。そうですね、赤坂でお世話になった話してた。始まった、始まりました。ごめんよくちょっと慣れてないもんね。ということで、ペンギンに飛び込んじゃダメ。やめてよ、その話つぶやとでも。俺じゃねえ、バカ野郎。俺じゃねえよ、竹山さんが飛び込んだわけじゃない。俺じゃねえよ、もう大変だったのよ、あれも。それ周りで竹山さんが炎上してるもん。最悪、何もいいことない。 TBS からもコネクトできなかったし。俺 TBS とコネクトできなかった。コネクトできなかった。できなかった。長くやってたんだけど。結ばれたのにコネクトできなかった。そう。うまく結んでくれたのに。結び目がほどれたのか、ほどけたらね。コネクトしてくれなくなったのよ。だからここで。だからこっち来ちゃった。ということで本日のゲスト、カンニング竹山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。竹山さん、本当に僕意外だったんですけど、トークっていうかラジオ番組で初めてなんですね。多分、もしかしたらリスナーさんが覚えてたらごめんなさいだけど、まあ、赤坂のゲストコーナーの方には来てなかったみたいな。そうそう、レギュラーの方が、はい、調子悪くなったから、来てくれって電話があって、急遽でね、急遽来たっていう。そう、多分、ナイツのラジオ、それが初めてじゃん。意外とだから、昔の話とかをなんか聞いてないのかな。本当にでも、出会いというのは結構昔ですよね。結構昔ですよね。めちゃくちゃ長い。本当に長くて、アイドルエッグっていう。知らねえわ。いや、でもそれが最初だけど、アイドルエッグは間違いないけど、当たり前のように言っても誰も知らない。アイドルエッグっていう。知らねえわ。いや、でもそれが最初だけど、アイドルエッグは間違いないけど、当たり前のように言っても誰も知らない。世の中。まあ、長谷さんもね、
いらっしゃって、まだうちの相方もまだいるときね、カンニング MC やってて、俺ら MC じゃないわ、 MC じゃなかったですか、 MC はあれじゃん、あの大河の俳優になった大野とかのハレルヤ、え、あれハレルヤさんが、ハレルヤが MC で、うん、でそこの補助がカンニングと、うん、あさこが言ったネギネと、ネギネコ調査隊と、ないっすよ。いや、俺たちは、俺たちはその下ですよ、絶対。いや、そうだって、うちらは全然下で。いや、一緒一緒、それで、はい、あれだもん、ポジションは一緒よ。で、ハレルヤの、バータ。ハレルヤメインでしたっけ？そうだよ。で、多分、ハレルヤのバータがネギネコとないっすよ、うんうん。あ、そうですね、マセキの後輩、うちらが言ってて。2020、あ、2002年なんですよ。あれ、2001年か。だって漫才協会に、うん、あのアイドルの収録の時に漫才協会に入らなきゃいけなくなったっていう、漫才協会に入らなきゃいけなくなったっていう知らせが来たんですよ。竹山さんに相談したら、はいはい、いやマジで終わったなみたいな、はい、それ俺花間にも、あの高木さんのラジオの時言われて本当に申し訳ないと、はい、あの時はでも本当にね終わったと思ったのよ。売れてない若手がもう漫才協会にやられたんだと。そう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 。でもまさかこんな大きくすると思わないから。いやいやいや。今みんな入ってるから。そうだよね。あれがアイドルエッグの楽屋でしたね。だからね、その終わったっていうよりは、もうどっちかというと優しくて、その本当に、なんていうのかな。顔色が良くなくなっちゃったんですね。その収録中に決まっちゃって、そうそう、うちらがええみたいな顔になって、明らかにテンション下がっちゃったんですね、それで。まだみんな若手が本当にライブ出て、なんか売れるみたいなラインしかない時だから。そうですね。だからまあ、いやーなーみたいな。大変だなーみたいな感じで。本当にね、もうゴミ箱の中みたいな仕事だったのよ。みんな。みんないろいろわかんないのよ。で、そこでもう本当にさ、もう朝香とかめちゃくちゃ怒られて、ネギネコね、毎回泣いてって、俺がまあ励ましたりとか。そう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 。で、裏でも芸人だけで、何なんだあいつって。誰なんだあいつ偉そうによって。エヴァーグリーンの松村さんって。いや、言うなって。言うなって。お元気かね松村さん。だその時も本当みんなやっぱりカンニングさんが一番先輩だから、はい、なんかあったらやっぱカンニングさんに相談してるっていうイメージ。俺は分かんないからね、まだ仕事も大したことしてないから。あの時でも、うん、なんだあの時でもベテランみたいな感じで。そうそうそう。生意気にさ。あの時って10年目ぐらいだったんですか？っていうことでもっと。そうじゃない。あの時は多分カンニングとしたら8年目か9年目ぐらい。8年目ですか。でも、その時からもう、俺たちなんか売れねえよみたいな芸風だったじゃないですか。アイドルエッグ決まったってことは多分そうだろうね。もうそれをやり始めた時だから。ですよね。でもまだ全然売れてないから、虎ノ門に出だしたか出てないかぐらいだと思うよ。うん。まあ多分出だしたか出てないかぐらいだと思うよ。うん。まあ多分その時は、エンタよりも、もうエンタなんかまだまだ後よ。だってエンタの神様呼ばれた時はもう車乗ってたからね。あ、もうちょっと仕事が。もうあったあった。キレゲーであったそう。で、もう初め出ないって言ってたんだから。ああ。で、それで、なんで出ないかって言ったら、ほら、なんか文字にしちゃったりするし、ネタ変えられるっていうのがあって、いやいや、出ませんって言ってて、ネタ変えるんでしょって話があって。ただ、フジテレビさんでずっと登竜門って夜中やってたのよ。関東ローカルなのかな。やってましたね。それ結構出してもらってて、その登竜門のネタでいいから、そのまんまでいいから、どうだってゴミさんに言われて、そのまんまでいいんですかって生意気にもさ、俺が、俺ら、そう、生意気にもあのゴミさんにさ、それでいいんですかって、それでいいから出ろって言われて、わかりました。つって出たのが初めてのエンタよ。だからあの時も食えてたね、全然。だから世の中の人はエンタで売れたって、お尻出して売れたみたいな思ってる人いるかもしれないけど、もうバリバリ、あの時はもう、生活も、みたいな思ってる人いるかもしれないけど、もうバリバリ、あの時はもう、生活もできてるし。そうか。エンタでお尻出したんですよ、エンタでね、あ、まあ、昼間、まあ、いいか、日本放送だから、うんこしようとしたのよ。あ、ダメか。よくないです。あ、これダメなの？よくないです。だからまあ、エンタでもダメだし、だから今、生放送でもダメですよ。ずっとダメですよ、そんなもん。何年か前に。一家とかいう日はないですよ。なんか、一回エンタ復刻かなんかで、うん、鳥かなんかで食べますね。そうそうそう、あれもなんか。漫談でうんこしますみたいな。そう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 、なんかあれもあれ、その前のやつの。前にコンビの時に。やったやつの振りだった。そう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 。そういうことなんだ。何年か前にやったやつは、またゴミさんが、うん、特番で一回出て、うん、久しぶりに懐かしいんだな、うん、っていうなって、うん、いいんですか俺なんかでって出ただけで。で、パンツ一丁になれますみたいな。おいよみたいな。感じで。ゴミさんもおかしいでしょ。いや、本当に、それからね、ゴミさんにめっちゃお世話になってて、結局またテレビのこともまたゴミさんも教えてくれるわけよ。俺にテレビのこと教えてくれたテレビマンの人が何人かいて、ポイント、あの、テレ朝のおじいさんとか、で、ゴミ大阪のナイトスクープのスタッフもそうですよ。
で、ゴミさんが、うん、で、それから一回出て、要は視聴率表とか、毎分表とか、いいか、これがテレビだって言って、興味あるかって言って、いろいろ教えてくれて、で、一緒に作らねえかテレビって言って、うわ、面白そうってなって、そっから、エンタのああいういろいろになってきたの。じゃあこの言葉言ったらこう数字上がるとか、あとこんな仕掛けしたらもっと視聴者ワクワクドキドキしませんかねとか。はあ、え、どういうこと？一緒に？あ、だからネタも一緒に考えてみたいな。うん、ネタ作りの時とかね。で、いろいろ考えて、じゃあ、あえてこんな言葉入れてみましょうかとか、そういうのディレクターとかと、小見さんもチェック入るけど。ほんで、やってこうやってたから、まあ、楽しかったですよね。だから、やってたネタ自体は絶対面白くないのよ。もう、それはもう自分で分かってんのよ。だって、初め書いたネタとか全部ダメ出されるから、いやいや、だもっと面白くないの出てくるから。なんだこのネタって言いながら。でも、やっぱテレビってこと考えると、あ、こっちの方が視聴者ワクワクしてんだな、とか、数字上がったりするから。やっぱね、エンタって、やっぱ人気あるだけあって、すごいやっぱ考えられて、時代めちゃくちゃ勉強させてもらって。なんか、仕掛けみたいなことは、ゴミさん分かってたってことですもんね。多分そうよ。で、それが、で、相方入院しちゃって、一人になるじゃん。一、うん、人になるともう、うん、もう完全に俺のネタじゃなかったりするんだけど、うん、で、要はもう、まためちゃくちゃ忙しくなるから、うん、日テレ入って、うん、今日の台本ってもらって、うん、で、一回もう楽屋もマネージャーも全員出てってもらって、うん、で、それで30分くらいでブワーって覚えるのよ、うん。あ、こんなキャラなんだよ。ちょっと、なかなかクレイジーなキャラ、一人で演じてた。こんなキャラか、こんなキャラか、ってブワーって覚えて、うん、で、舞台上がって、お前らどうたらこうたらーとか、俺がどうたらーとか言うけど、芸人として笑わしてやろうってのないわけよ、もう。うんうんうん、これをいかにクレイジーさでこなすかっていう、うんうん、そんなキャラで。うんうんうん、で、それでわーってやって、あとは編集とかでやってくれるから、うんうん、もうそれ、はい、はい、俺、ありがとう、どうも、って帰るじゃん。それの練習してたから、それから後に映画出ませんかって話が出るのよ。で、いやいやいや、俺なんかそんなって、うん、まあちょい役とか出たことあったけど、うん、がっつりセリフもあるんですね、うん、いやいや俺なんかやったことない、うん、そんなって、でもちょっと現場って見張り気分でるんですね、うん、いやいや俺なんかやったことない、うん、そんなって、でもちょっと現場って見張り気分で見てみたいなって、うん、でその時に思ったわけ、うん、待てと、うん、エンタでずっとこれやってた実は、要は人の書いたものを演じててクレイジーなおじさんをやってたから、うん、基本の考えはこれでいいんじゃないかと思って、現場行ったのよ。そしたら、もうちょっと自分の思い以上に意外と褒められて。ああ、そうか。これもエンタのおかげで、お芝居の現場俺こなせるようになってたっていう。いや、役者さんから言うと全然こなしてないけどね。芝居をやってたんですね、もうその時。そう。だから本当、エンタがあったから芝居の道にちょっと顔出せるようになったって言っても、過言じゃない。結局繋がってんね、仕事って。本当ですね。そう。って思うけどね、後にね。でも漫才の時はやっぱそういう感じじゃないですもんね、うん、絶対ね。なんかもう本当に心から言ってるって、笑かしたいし。そうですよね。そう。うん、やっぱ滑ったら焦るし、漫才の時は。だからやっぱ、特にカンニングの漫才なんか滑ったらより俺切れ出すし。だからより向こうが引いて、つるんつるん時あるし。だからさっきあの人がカンニングっていうのを知って怒るって知ってたし、うんうん、あとライブハウス会じゃこの時知ってたけど、うん、早坂さん営業で全国行くと全国の人はまだカンニングの存在知らないわけさ。はいはいはい。でも俺怒るキャラだから、うん、怒らなきゃいけないじゃん。うんうん、ただ怒ったらめちゃくちゃ引くよね。うん、そうですね。だからその時に必ず、もうベタな、履歴書ってネタ持ってたね。うんうん、履歴書読んでボケるみたいな。うんうん、よくありがちな。それを持ってたわけさ。はい、そしたらザキヤマが、ある時、ザキヤマもまだ売れる前で、早坂さん営業一緒に行ってたのみんな。うんうん、したらザキヤマと柴田くんは怒んなきゃダメだこういう時も、それがキャラなんだからって言ってくれたけど、俺がすぐめげて、もう引いたら履歴書出して履歴書ネタやるとよ。で、袖帰ったら、そんな適度な笑い取って何になるんですか、カンニングのために何になるんですかってずっと怒られてたわけ。でも怖いから履歴書入れてたら、ある時早坂さん営業で、俺の楽屋からザキヤマが履歴書抜いてたの。あー、すげえいい話じゃないですか。だから、やべえ滑ってると思って履歴書出そうと思ったら、どっこも入ってなくて。どっこも入ってなくて、で、グッて袖見たらザキヤマが袖がですか、カンニングのために何になるんですかずっと怒られてたわけ。でも怖いから履歴書入れてたら、ある時早坂さん営業で、俺の楽屋からザキヤマが履歴書抜いてたの。あー、すげえいい話じゃないですか。だから、やべえ、滑ってると思って履歴書出そうと思ったら、どっこも入ってなくて。どっこも入ってなくて、で、グッて袖見たらザキヤマが袖から履歴書ってたのよ。うわー、そこまでしてやらせたくなかったんだ。そう、で、ただただそれでもう滑りながら怒って終わりとか。あ、そっか、本当だから初期のアンタッチャブルさんとかアンジャッシュさんとかカンニングさんとか行ってた、ね、2003年ぐらいの時の早坂営業ですよね。ドランクとかね、みんなドランクドランク楽しかったね。でも竹山さんをいたずらして怒らせてみたいなくだりはもうテレビのまんまですもんね、それね。もうそれもあった。だから人力だと塚っちゃんがずっとみんなにいじられてたりとか、なんかそういうの楽しかったよ。そうですね、うん、はい、すみません、ここで地震に関するニュースが入りました。報道部森田さん、お願いします。はい、お伝えします。先ほど午後2時6分ごろ、関東地方で震度5、
東京練馬区、調布市、千葉市、横浜市、神奈川県三浦市、静岡県富士宮市などとなっています。震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ100キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.6 と推定されます。先ほど午後2時6分ごろ、関東地方で震度1を観測する地震がありましたが、この地震による津波の心配はありません。以上、日本放送地震速報でした。森田さん、ありがとうございました。じゃあ、なっちゃんと出会ったのはサンミュージックで、はい、そうそう、サンミュージックだいぶ古いよね、はい、もう20年22年ぐらいですよね。サンミュージックに、だから、俺はユーカって呼んでんだけど、昔のゲーム、ゲームが。さっきユーカ、あ、ユーカ丸？そうそう。ユーカドットですね。ユーカドット。そうそうドット。で、途中から安藤夏に改名したから。はい、あ、そうなんですね。まだユーカって呼んでるんですね。だから、やっぱ俺出会った時ユーカだから。ユーカ、ユーカ。それ綺麗に、夏とか安藤ってたまに言うけど、ユーカ、ユーカ。それ綺麗に、夏とか安藤ってたまに言うけど、なんか言いづらいじゃない。出会った時ユーカだから。竹山さんぐらいですね、優香って呼んでくださるの、今の。だから、その古い人がいなくなったじゃないですか。そうですね。みんななっちゃうんですよ。優香ってあの優香のが先でしょ、もちろん。あ、もちろん。はい。その人から取ったんでしょ。そうです。で、ドットつければ大丈夫だろうと思って。そうです。大丈夫だろう。優香にそっくりだったからね、優香さんね。当時からね。サンミュージックってもともとサンミュージックじゃないですよね。福岡吉本。福岡吉本にターボー、ケンボーってコンビで、ケンボーは今福岡でタレントやってるけど、ケンボー田中。ケンボー田中ね。改名して田中健二っていう。そうになったのよ。飲んでる時、花丸さんに怒られて。なんでですか？いや、もういつまでお前52で、51でいつまで健ボーって言ってるんだ。ちゃんと、ちゃんとやれっつって、健坊田中が悩んで、田中健二にこの間、福岡で改名して。あ、そうなんですか。あ、そう、知らないで、福岡のテレビとかでそれやったんだけど、はい、その後田中と一緒に、健坊と同級生だからね、そうそう。一緒に仕事する。明太子の、俺が第1回の、第1回お笑い明太子の輝くチャンピオンで、田坊健坊が、はい。で、その時の特別賞が花丸大吉で。すごいっすよね。あ、そっか。で、一緒に福岡吉本っていうところに入ったね。ああ。その時、福岡吉本って誰もいなかったんですよね。その時だから、田坊健坊、花丸大吉、はい、コンバットマン、うん、はい、で当時もう辞めたけど、あの平木三振っていう人がいたのよ、はい、あ、じゃあ一期生みたいなもんですか。それが一期生。そうそう、で学校じゃないから、もういきなり事務所のタレントになるわけよ。ああ、で、まあ一人辞めて、平木さんだけ辞めて、ターボー健坊と、花丸大吉とコンバットマンのこの総勢5人でやってて、うんうん、で1年ぐらい途中でウルフってのも入ってきたんだけど、うん、で その子も辞めたんだけど途中で。ほんで結局1年ぐらいやってて、ちょっといろんな、結構スパルタに苦しくて、まあ俺もちょっと子供だったっていうのがあって、19歳とか18歳だから、で俺だけ逃げるというか、辞めるってかっこいいけど、逃げたの3回ぐらい逃げたのよ。そう、なんかそこら辺がよくわかんなくて、うん、その後、そう、なんかそこら辺がよくわかんなくて、うん、その後その人たちって福岡でスターになるじゃないですか、うん、スターになる。僕が高校生の時にとことんサンデーっつって、はいはい、そう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 、みんな九州の人がみんな見てた番組、はいはい、視聴率番組ね。 そこに竹山さんって入ってなかった、いないの、いないですよね。もうとことんサンデーとか始まる前にもう俺は東京に来て、そこでカンニング組んでるから。中島さんは、東京で出会ったんですか？じゃなくて。中島は、これもまた小学校から同級生。はぁ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 。ほんで、まあ、俺が福岡の吉本いるとき、中島は福岡で板前やったりいろいろしたんだけど、まあ、お互いに悩んだりいろいろして、たまに友達とかの話したりして、で、俺が東京に来て、で、しばらく経つ、1、2ヶ月経つと、中島も偶然来たんだけど、これ約束したんじゃなくて、俺当時西荻窪ってとこ住んでて、渋谷でバイトしてて、夜8時頃西荻窪の、に帰ってきて、もうないね、おじいさんとおばあさんっていう老夫婦じゃないけど、それがやって、その方たちがやってた食堂があって、そこに飯食おうと思ってガラッと開けたら中島がいた。たまたま。そう。そこに飯食おうと思ってガラッと開けたら中島がいた。たまたま。そう。何やってんの？何やってんの？って話したら、要は昔、あいつ高校時代親衛隊っていうさ、昔よくあったじゃない、アイドル。アイドル。アイドル。あんまりほら、悪いやつもいいやつもいたと思うけど、親衛隊、高校中退して全国の親衛隊回ってて、親衛隊の組織の一員だったのよ。へぇー。中島。そうなんです。で、はじめ小泉京子。ちゃーんとか、ね、そうそう、小泉京子さんとか応援したりなんだかんだして、ほんで、途中から、もう、今アメリカかなんかいらっしゃるのかな、偶然同じ事務所だけど、田村恵理子さんの親衛隊長の責任者がなくなった。うん、いたいた、田村恵理子さんいたでしょ、同じサンミュージックだったの、はいはいはい、
うん、で、そんなもあるから、深夜タイトルの日本で一番トップみたいになるから、日本中回ってたわけよ。高校を辞めて。で、その時の仲間かなんかが、西荻窪に住んでて、ほんで、板前で喧嘩して先輩殴っちゃってんの。ほんで、飛び出て、寮を。で、福岡空港行って、大阪行きか東京行きか、で、福岡空港行って、大阪行きか東京行きか、どっちか早い便乗ろうと思って、早いのが東京で、とりあえず羽田まで来て、で、どこ行こうかなって考えて、あ、そうだ、西荻の、あそこに先輩が住んでる。ということで、西荻来たけど、先輩のアパートも引き払ってなかった。やばい、どうしようかなと思って、食堂で飯食ってたら夜、そこに同級生の中に俺が入ってきた。で、そっから、おお、中やん、竹ってなって。何しようとやってなって。何しようとやで、西荻窪で。そう。すごい偶然です。ほんで、もう、じゃあもう、とりあえずうち来いって言って。って話して、今の下り聞いて。1ヶ月ぐらい居候して。で、そのうち中野にアパート借りて、あいつが。で、バイトしだして。で、中島の親御さんから俺んちも電話あったりするけど、電話番号なんかうちの親とか聞いたんじゃない、でも嘘ついてくれとか言いませんって俺もずっと言ったりして。ほんで1年ぐらい経って、俺も何しに来たんだと思ったわけよ。ずっと毎回中島とばっかり遊んでるから。で、ちょっと中谷悪いんやけど、俺芸人に何東京来たんやけど、分かってるよ、つって。やらんっつったら、そうで大手とかの知り合い全部電話して、親衛隊の幹部だからもう、そう顔を聞いたわけですね。顔聞いたのよ。そしたらサンミュージックも当時電話してる。そしたら今の渡辺エンターテインメント、昔の渡辺プロ、渡辺プロさんが今度の日曜かなんかにネタ見せを普段やってないんだけど、ちょっと体制変わって今度ネタ見せやるから、ここのレッスン場に来なさいって言われたんです。で急いでネタ作ってそこ行ったの。だから渡辺プロに当時行った芸人さんたちのもうネタ見せの一番後よ、呼ばれて、でみんな怒られた後だから、当時だから潤滑とかフロレンスもいたから、でみんな怒られた後でみんな空気悪い中俺ら呼ばれて行って、でネタやったら誰も笑わないじゃんネタ見せは。でも作家さんとかその事務所の人とかが、面白くないけどすげえできてんな、どこでやってたのって言われて、いやちょっと僕だけ福岡でって言ったら、福岡でやってても東京じゃ関係ねえからって言われて、でも君らここいなさいって言われて、でそれで初め鍋プロになった。鍋プロ預かりって言われて、でそれで初め鍋プロになった。鍋プロ預かり、鍋プロいたんですか。スタートはカンニングのスタートは渡辺プロさん。で1年ちょっと経ってそこを不良って言ってクビになったのよ。それはどっちが。二人とも。二人とも。なんでかって言ったら、友達がいないじゃん。竹山中島だけで遊んでたじゃん。渡辺プロ入ると、先輩とか後輩とか同期とか、めちゃくちゃ仲良くなるじゃん。もう東京ライフが楽しくてしょうがないわけ。ネタ作んなくなるんだよ。で、ネタ見せの日も毎週一回あったんだけど、今週できてませんとか。ああ、そういうことですね。そういうあれで。で、ネタ直せって言われても、いや、あそこ直さんでいいよ。あんなあいつがおかしいとか勝手に言ってガキのくせに。で、結局それでクビになって。で、一回サンミュージカル。サンミュージックのお笑い班が3年半ぐらいで空中解体したの。で、亡くなったの、一回。あ、そうなんですか。亡くなったの。はい。で、次に、漫才 C さんわかる？あの、ボキャブラの時に。今だって講師とかね。そうそうそう。今、森さんは作家に亡くなったの。はい。で、次に、漫才 C さんわかる？あの、ボキャブラの時に。今だって講師とかね。そうそうそう。今、森さんは作家さんやってるけど。漫才 C さんが事務所で独立して事務所作るっていうから、そこ来ないかって話になって、漫才 C さんとカンニングとこに入れてもらって、フリーホークスっていう事務所にいた。知らない。個人事務所。サンミュージックの一回入った後、そこに行ったんすか？そう。たまになんかあるじゃないですか、この、オスカーが一回笑いやめちゃうみたいな。そういう状態な状態だったあったわけですね。そう。ほんで、フリーホークスで、これも1年半ぐらいいたけど、いきなりフリーホークスを辞めるっていう話に当時の社長が言い出して、今日で解散ですって、ある日言われて、何それって漫才師の先輩とさ、何すかこれってなって。で、どうしようかって噂をしてるときに、サンミュージックにブッチャーブラザーズさんがもう一回、もともとブッチャーブラザーズはサンミュージックの第一号終わられたんで、外行ってたんだけど、人力とか個人事務所とか。で、サンミュージックに戻ってきて、もう一回立て直しますって話になったから、一金さんのところの頭下げ行って、出戻らしてくれって、お願いをして、もう結構かって、1年ぐらいかったかな、それでも。ほんで、OK になってサンミュージックに戻った。ですか。それが27ぐらい27、8。それで本当に一発目に決まった仕事はアイドルエッグぐらいよ。はあ。そう。サンミュージックじゃ戻って割とすぐだったんですね、あの時が。それまでが結構なんか濃いというか。そうですね。もともと中島さんのその、だから親衛隊長、はい。中島さんだったら、うち、目覚め企業さんよみたいになったってもすごい。中島さんだったらじゃないけどね。電話番号とかどうやってオファーすればいいかも、中島知ってたって。そう、知ってたんですよ。そうそう。へえ。
そんなことだったんですね。彼で、それでサンミュージック戻ってきて、うんうん、来たけど芸人が噂をいた、うん、まだその時。うん、途中で、だから途中、その途中で優香とも入ってきたのかな、うん、だいぶ経ってたのが。で、噂を先輩とかもなんかよく知らない人とかもいっぱいいましたよ。ほんで、うん、でも全然受けなくて、うん、ほんで、マネージャー会議っていうのがあって、よく話しますけど、一組ずつ入って、マネージャーとか社長、俺らプロフィール紹介されて、今年やったプロフィール読み上げられて、さあ皆さん、カンニングやり、今年やりたい人、やりたくない人って手を挙げなかったらクビっていう。それで誰も上がんなかったね。で、クビになった時に、そこでリッキーさんよ。今の副社長。はい、副社長。はい。が、ちょっと待てって言って、うん、俺はなんかこいつらに感じるって言って、うん、で、一応サンミュージックはお前らクビになるけど、うん、サンミュージック内リッキー預かりっていうのはどうだってなって。だから、ソーレラリアじゃなくて。ソーレラリアじゃなくて、ソーレラリアリッキーさんと昔やった別の会社なんだけど、今もやってるから別の会社なんだけど、それも芸人いるんだけど、サンミュージックの中のリッキーさんが預かってるのがカンニングっていう、うんうんうん、よくわかんないのになって、で、その時に新入社員、中途採用で入ってきた俺たちと中島と同級生って同じ年のマネージャーが金巻っていうのが入ってきて、これがオタクよ、当時27ぐらいの、26、7のオタク。で、挨拶もできない。挨拶そいつが来たから、リッキーさんが、お前らちょっと金巻って挨拶もできへんやつ、ちょっと来たから、なんか3人、金巻お前もダメだったろ、俺たちもダメだったって言って、ちょっと一年本気になろうって言って、うん、もう一回一からやろうって、一年経って三人とも同じ会社で同じ立場だったら、もうやめようって、うん、で決めて、やったのが多分28ぐらいよ。そっか、もう、まあね、30手前でもう。そう。ただそっから、まあそっから切れ出したな、なんだかんだして、うまくいって。その金巻さんも今、サンミュージックのお笑い班のトップですよ。そんなに一番部長だよね。金巻さん。一番。挨拶もできなかったやつが。今トップ。すげえ部下に怒ってるよ。芸人にもすげえ威張ってる。挨拶できなかったやつが。威張ってる。おめえらやーって言ってる。さあ、この後もカンニング滝山さん。その後ペンギンに落ちた。俺じゃねえ。飛ばしすぎだって。The Radio Show。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの小池さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路などの状況です。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で3キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは外環三郷西インターで2キロの渋滞、外回りは外環浦和インターで2キロ渋滞しています。県央道の久喜白岡ジャンクション付近を先頭に筑波ジャンクション方面に向かう外回りは7キロ半渋滞しています。内回りは4キロ半の渋滞です。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平を先頭に3キロ半の渋滞、3号線の下りは三軒茶屋で1キロ半渋滞、方面へ向かう外回りは7キロ半渋滞しています。内回りは4キロ半の渋滞です。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平を先頭に3キロ半の渋滞、3号線の下りは三軒茶屋で1キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの小池でした。小池さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームの中で3時56分頃お届けします。聖子松田コンサートツアー2023、7月7日金曜日、8日土曜日、日本武道館で開催。チケットは5月27日発売開始。お問い合わせは03-6721-1166クレリアンまで。竹山さんゲストにお迎えしております。今週一応野球大好きウィークということなので、はい、ひまわりさんからね、今シーズンのソフトバンクスタートダッシュに成功しましたが、いかがでしょうかということですけども、うん、もう7月終わりから8月に優勝ですね。早いですね。いや、もうあれ見てるともう間違いないですね。8月優勝、まだ負けてないから、うん、多分決まりますね、はい、決まりますか。うん、このまま間違いない。そのダントツ、うん、日本シリーズも多分ペイペイでやることになりますペイペイドームで、まあ、あれ見たらそうだもん、はい、圧倒的に強いよ。強いですね、今年はね、うん、もう間違いない。最近の何年かのソフトバンクの中で今年はもうちょっと本気というか、本気だね。今日も
すごかったです。そうだね、やっぱ今年はどうしても勝たなきゃいけない年だし、はい、やっぱ栗原選手とかね、4番でね、もう打ちますしね、打ってますね、もうスター揃いですよ。やっぱ近藤選手もやっぱり日ハムから来てくれてありがたいしね、戦力が整いましたね、もうピッチャーもなんだかんだでいますから、いますから、抑えまでね、もうこれは本当に決まるんじゃない、早うちに、早うちに、はい、もうそうかと思いますよ。ライバルはやっぱりオリックスか、オリックスか、うん、そうね、まあ、西武の後半っていうのも強いけどね、まあでも昨日のオリックスの試合見てると、うん、まあ昨日オリックスはまあ調子悪いっていうのもあったかもしれないけど、うんうん、まあでもあれに 6-0 とかで勝っちゃうってことは、うん、すごいよね、うんうん、ただ最後のオリックスの、森、うんうん、あ、森のホームランはプロを感じた ね、4番でね、昨日ね、うん、4番でやっぱりこのまま終われるかっていう、あれはちょっとね、よかった、野球ファンとして。いやうん、まあ、また最近タカさんともしょっちゅう一緒にねやってますもんね、あの野球番組も、野球ね、その毎週出てるわけじゃないけどね、そうだね、さんもね、楽しいですね、楽しいですね、毎日が楽しいよやっぱり、野球があると、野球があると本当そうですね、さずっと昨日も夜中ロケやってたけど、ずっとあのロケ中はずっと野球見てるしね、ああ気になってしょうがないよね、気になりますよね、春は競馬も G1 がまたね、そうなのよ、始まるし、もう忙しくて困っちゃうよ、困っちゃう、本当に困っちゃうよ、競馬野球がね、競馬野球でしょ、そうです、夏になりゃ俺アメフトっても始まる、アメフト、俺もグリーンベイパッカーズ大好きで、NFL のグリーンベイパッカーズっていうチームがあるんだけど、そこが大好きで、俺株主だからね。え？は？グリーンベイ派なんでしょ？グリーンベイパッカーズってチームは、あの、ファンから、ファンに株を売ってんのよ。一株、まあ、日本円で言うと3万円ぐらい、はいはい。で、その株で、組織してる、もう市民球団みたいなもんよ。そう、広島と同じだ。そうそうそう。それを、まあ、ちょっと変えるルートがあって、それを買わせてもらって。でも、その株は上がりも下がりもしないのよ。上場してないから。そうなんだ。いらなくなったら、また球団に同じ値段で売るっていう。へぇ、そのなんか、競馬もね、あの、一口話ずっとやってますし。うん、やったね。今あんま持ってないけどね。結構負けたから。なんかやってますね。だからそうなんかやっぱ好きすぎて、なんか入り込みたくなっちゃうね。なんかそのそういうの全部また放送禁止のライブの企画かなって思っちゃうんですけど、なんかいろいろああそれはもう全然それは違うよ。それは全然個人で。そう放送禁止をねずっとこうライブやってて、一年に一回なんかいろいろやるじゃないですか。もう一回あの競馬の時にいきなり土屋君ごめんっつって、この1万円をもらってくんないかって。ありましたよね。10年前でした、ね。めちゃくちゃ怖かったですからね。10年前ですか。10年前。めちゃくちゃ怖かったですから。ただ1万円を上げるっていうやつ。1日1人に1万円を自腹で上げて、365人365万円を上げ続けて、あなたの幸せと思うことに勝手に使ってください。返さなくていいですって配り続けるのよ。で、結局、お金ってなんだろう、人間にとってのお金ってなんだろうっていうことをまとめ上げてネタで喋るっていう。それライブの、あれ、ネタのためにやってたんですね。そう、1年ずっとやってわかんないんだから。あ、そう、意味わかんないなって。意味わかんない。意味わかんない。めちゃくちゃ怖かったです。ただ1万円も。いや、本当にすごいよ。もう、業界の人もいるし、休みの日は街に出て、全然知らない、その辺の街の人に話して。みんな芸人ってわけじゃないですね。じゃない、だって休みの日もあるから。でちゃんとマネージャーの名刺も渡して、あとでマネージャーに、ね、電話させたり、いろいろ全部やって、やってたんです。俺見に行った回はなんかとにかく宮迫さんの後をつけるっていうわけわかんない。だって休みの日もあるから。でちゃんとマネージャーの名刺も渡して、あとでマネージャーに、ね、電話させたり、いろいろ全部やって、やってたんです。俺見に行った回はなんかとにかく宮迫さんの後をつけるっていうわけわかんない。あああの時はなんだっけ、あれ何の回だっけね、ずっとストーキングした時、ストーキングした時、宮迫さんをストーキングするっていう回、そうそう、まだなんかやってるだろうやったやった、大阪まで行ったね、宮迫さんが、宮迫さんが東京から最終で大阪の仕事だったから、大阪かーってなって、その前に上野でね、なんか劇団かなんかやってらっしゃって、当時宮迫さんが劇団員の人と上野で飲んでたのよ、もうそれもずーっと待っててほんでもう家帰るんだろうと思ったら、東京駅かなんか行って、東京駅行ったんだ、おしっかす乗ったっつって乗ったっすもんね、乗ったよ、追いかけて、追いかけて、どこまでも追いかけていく、うん、もう一回なんか不倫するんじゃないかみたいなことでで酔っ払ってコンビニで一人でビール買って、つまみ買ってホテル入ったとこで、はあもうここもう寝るな今日はっつって、うんうんうん、ですか、はいはい、もう、はい、お知らせはありますか、うん、何か、お知らせですか、うん、ね、お知らせはもうまた年末11月か12月まで放送禁止が、そうです、ね、あるということで、あとですね、急にすいませんけど、ここでラジオショーからのお知らせなんですけども、再来週のスペシャルウィークこんなことをやります。ナイツジャパン春の陣、はい、
ということで、はい、WBC で侍ジャパンが大活躍して世界一に輝きましたが、ラジオショーでは花田さんが監督となり、ナイツジャパンとして芸能界の各ポジションで活躍する芸人さんを招集、春のラジオショーを盛り上げます。ちょっと実はあの月曜日のゲストがですね、あの今なんかまだ決まっていないんですけどね、竹山さん、月曜日空いてるよ。あ、空いてますか。月曜日だってこれさっき言ったじゃん、もうコレクトしてもらえなかったから。もともと月曜日結んでたけど、本当だもん、結んでたけど、ちょうど同じ時間でしょ、空いてるでしょ。じゃあこれはじゃあ月曜日だ、そうだ、ということで大丈夫、俺で大丈夫、でもすぐ炎上しちゃうけど大丈夫、大丈夫大丈夫大丈夫、炎上は困りますけど、はい、勝手スポーツ紙がね勝手にね、はい、それがもう世の中にまかり通るから、はい、もう俺も困っちゃってるんだけど、それでもじゃあちょっといいですね、じゃあもういいですよ、本当に空いてるよ、ただいま決まりました、はい、ということで4月17日月曜は再び竹山さんに出演していただきます。ありがとうございます、よろしくお願いします。竹山さん後半戦をね、はい、後半戦を、後半戦、あ、そう、今日ね、今日3ミュージック入るまでを、入りましたね、はいはい、入ってからからもありますね。そして火曜日以降のラインナップですけども、火曜日は剣道小林さん、はい、水曜日は電気グルーヴのお二人、なっちゃテンション上がりますね我々ね。木曜日がなんと和田アキ子さん、どういうことですか、という以上のゲストをお招きしてお送りしていきます。ぜひお楽しみに。アッコさんどうしたらいいですか、ね、アッコさんですよ、でも出るってことは機嫌よく来るから、ダブルピースしてイエイイエイイエイって言って入ってきたらめちゃくちゃ機嫌いい。そんなにそんなに機嫌よく入ってくることたまにある、ダブルピースでイエイイエイイエイって入ってくるやる、ハローハローって言って入ってきたら、あ、今日機嫌いいな、そうなんです、ね、逆になかったら怖いですけど。いやということで、ハクザ楽しみにしてくれ、ありがとうございました、ました、じゃあまた月曜日よろしくお願いします、はい、お願いします、今日のゲスト、カンニング竹山さんでした、ありがとうございます、日本放送 The Radio Show。 ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認は特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。また、他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。車を高く売りたい方、車高しのサイトなら車高く売れるんです。なんで？車高しは最大8社の査定額を一気に比べる。車高く売りたいなら車高しで検索。厄年には厄除け方位除けをしましょう。厄除け方位除けのご祈願は関東の三大師、佐野厄除け大師、佐野厄除け大師へどうぞ。あなたとハッピー、柿穴たましです。熊谷美穂です。明日は漫画家の八久充さん登場。プロ野球から大相撲、昆虫までいろんなお話伺います。さらに税理士の大河内香織さんをお迎えして、今年10月から始まるインボイス制度を解説します。柿穴たまし、あなたとハッピーは明日も朝8時スタート。ラジオリビング前島かのアナウンサーです。はい、よろしくお願いします。さあ今日はですね、初登場の商品ご紹介です、うん、
今年の連休は特別感ある料理を食べてゆっくり過ごしたい、ご親戚やご友人をおもてなししたい、いつもより贅沢な気分でお酒を楽しみたい、おもてなししたい、いつもより贅沢な気分でお酒を楽しみたいということで、いいね連休それ、はい、そうなんです、贅沢なオードブルがですね今売れに売れてるんですよ、ちょっと今オードブル、はい、ということで、今回なんですが、富山の料亭千里山荘が日本放送オリジナルで贅沢オードブル膳を作ってくれたんですよ、贅沢オードブル、まあ、リビングをねよく聞いてくださってる方は、おせちのですよね、わかるかもしれませんが、もうリビングだけで累計5万食以上販売している大人気おせちを手掛ける高級料亭千里山荘が、料亭らしい贅沢食材と職人の丁寧な味付けと盛り付けをテーマに仕上げてるんです、はい、日本放送でしか買えない見て楽しいそして食べて美味しい料亭のオードブルです、もう味はねもちろん折り紙付きですよ、めちゃくちゃ美味しかったですよ、アワビ、オマールエビ、フォアグラ、マダイ、ウナギ、ローストビーフなどなど、いただきましたけどね、はい、どうでした、全部もうマジでまあ、おせちの時から思ってましたけど、はい、めちゃくちゃ美味しいですよ、さすがですよね、めちゃくちゃ美味しい、今回お三方には6種類食べていただいたんですけども、うなぎの今川新庄ですとか、うなぎのやつも、あとアワビのコンフィとか、コンフィって何なの、コンフィっていうのが、オイル漬けにして低温で調理しているっていう、火を入れすぎないんですよ、美味しかったです、はい、アワビブリンブリンでしたよね、あと、あとそうだ、ナッツさんはオマールエビとカリフラワーのアメリケーヌソース、美味しい、好き、めっちゃ美味しかったね、初めて聞いたよね、メリケーヌソース、美味しいです、プリプリでしたね、本当にもう料亭のこだわりが詰まってます、そう、もう味はもちろんですが見た目も鮮やかですし、これね箸を進めるのが楽しいオードブル、まさにこの言葉通りかなと思います、もうぜひ楽しんでください、さあ日本放送オリジナル富山の料亭千里山荘のぜ、まさにこの言葉通りかなと思います、もうぜひ楽しんでください、さあ日本放送オリジナル富山の料亭千里山荘の贅沢オードブル膳、高級料亭や高級ホテルが手掛けるオードブルとなれば1万5000円以上で売られているものも多いんです、そんな中1万円切りました、はい、消費税込み9980円です、すごいよこれは、すごいです、すごいですよねこれね、って感じなんですけどね、アワビとかオマールエビとか、はい、でしかもラジオリビング関東一都六県送料無料です、非常にお得ですので購入したことないよという方ぜひご利用ください、お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 です、もう千里山荘の味よく知っているという方はもちろんですが、まあ、いつも年末のおせち気になってたけどずっと悩んでたなという方もいらっしゃると思うんです、はい、なので母の日のプリン、あとホームパーティーなどね、お家では食べられないような特別なものをという方にも本当にねぴったりです、綺麗に盛り付けした状態で冷凍でお届けするんですが、お召し上がりの1日前から冷蔵庫で解凍するだけで手間なくお召し上がりいただけます、お申し込みは10日月曜日、来週の月曜日までです、ただ予定数がなくなり次第受付終了となります、また4月の下旬から順次お届けしていきますが、ゴールデンウィーク前にお届けできる分には限りがありますので、ぜひお早めにお申し込みください、さあ日本放送オリジナル富山の料亭千里山荘の贅沢オードブル膳、消費税込み9980円、関東一都六県は送料無料、お届け返品などについてはお問い合わせセンターへ、お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 0120-1242-86、またラジオリビングのホームページからもお申し込みいただけます、オードブルの写真やメニューの一覧もご覧になれますので、ぜひ検索してみてください、はい、前島かのアナウンサーでした、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが、それでも18年かけ完済、完済後夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は
疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中。0120-10-10-10-10-10-10 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ライオンズクラブ国際協会は世界規模で展開している奉仕団体です。活動のテーマは We Serve、 私たちは奉仕するです。きっと皆様の身近なところにも私たちの活動の足跡を見ていただけると思います。詳しくはライオンズクラブ国際協会で検索。明日お昼11時半からは清水ミチコとナイツのラジオビバリーヒルズ、ただいま嘘リクエストを募集中。あのね、折れたタバコの吸い殻で嘘がわかるっていうのが嘘でしょ。やっぱりね、嘘つきはね、極楽にはいけないんですよね。カサブランカにはいけるかもしれないですね。宣伝しない。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りします。羽衣フーズがお送りします。日本放送ザ・ラジオショー、 デイリースペシャル。なっちゃんさ、あの前に言ってたさ、あの家の照明はさ、あれどんな感じなの？めちゃくちゃいいですよ、うん、色のバリエーションもすごいし、めっちゃ綺麗で。ラジオショーのスタッフさんと一緒に設定したんだよね。そうなんですよ。なんでさ、今までできなかったんだろうね。なんかまず電球1は1番にペアリングして、電球2は2番にペアリングしないといけなくて、電球1と電球2を1番と2番にペアリングしてたんですよね。だから電球1をつけようとしたら、ちょっと無理だわ。え、何電球1って？電球が2個あるんですよ。一旦電球1と電球2のペアリングを切らなきゃいけなくて、ペアリングのボタンを1秒間に8連打してからやって。これ今何の話してんの？電球の話です。電球の話。8連打してペアリングし直したらなんとかできるようになったんですよね。全然意味わかんなかったんだけど、よく設定できたね。全然意味わかんなかったんだけど、よく設定できたね。花尾さん、わかりました？全部わかった。嘘つけよ。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー。全部わかった。ペアリングしたんですね、はい。うん、まあ精神論でしょ。精神論じゃねえ。気持ち全然分かってない。一番分かってなかった。そう、大事。まずはね。いやいや、まずはじゃない。精神論で気持ちじゃできなかった。そうなの。さあ、そんな備えレシピショーのコーナーです、はい。うん、このコーナーでは防災と食をテーマに、羽衣フーズさんの商品や誰でも簡単に、できるレシピを紹介していきます。コーナーにお付き合いいただくのは管理栄養士で防災士の資格をお持ちの今泉舞子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい。先週は伊集院光さんにお付き合いいただきまして、はい、あの伊集院光さんが手を高く上げてローリングストークって言ってくださいました。もうね、20年前だ絶対やってないと思いますよ。もうね、20年前だ絶対やってないと思いますよ。ありがたいです、こんな時は来ましたね、本当に、はい。さあ、今日はですね、今泉さんにローリングストックにおすすめな羽衣フーズの商品をご紹介していただきます。今日は何でしょうか？はい、今日ご紹介させていただくのは羽衣フーズさんのシーチキンです。シーチキン、はい、皆様おなじみのシーチキンですが、うん、今回は油漬けタイプのシーチキンエルフレーク、水煮タイプのシーチキン純、オイル不使用、シーチキンエルフレークの3種類ご用意しました。皆さんに食べ比べしていただきたいと思います、はい。まず1番目の油漬けタイプのシーチキンエルフレークから召し上がってください。ちょっと待って、ナッツさん、待って、ナッツさん、マイおにぎり、マイおにぎりを食べながらおかずにシーチキン、シーチキンおにぎりにした。うまいな、最高じゃないですか。これはもういつもおなじみの、何でしょう、ね、油漬けタイプのシーチキン、やっぱりもう美味しい、うん。では2番目に、うん、今度は水煮タイプのシーチキン、さっぱりしたね、サラダにしたい、はい、魚の身って感じで。3番目にオイル不使用シーチキンエルフレークを召し上がってください。あ、やっぱりちょっと、あ、でも程よくオイル不使用なのに、うんうんうん、そうなんです。めちゃくちゃ旨味ありますね、はい。オイル不使用なのにちょっとトロッとしてますよね、うんうんうん。あの、この水煮タイプのシーチキンとオイル不使用シーチキン、うん、何が違うんだろうって私思ったんですね。で、以前も私お伺いしたことあるんですけれども、うん、この違いについてご説明しますと、うん、水煮タイプのシーチキンもオイル不使用シーチキンも油を使用していないというところでは同じです、うん。調理の仕方が異なります、うん。こちらオイル不使用シーチキンは寒天を使用しているんです、うん。
食寒天、寒天が入ってるんですね、はい、それで食感の滑らかさを油漬けに近づけているといった特徴があります。全然わからない。そのためあのパッケージを見ると、うん、オイル塩シーチキンの名称はマグロ調理品と表示されています。マグロ調理品と表示されています。で水煮タイプのシーチキン純は、うん、マグロ水煮と表示されています、うん、でそれぞれの原材料名を見るとすごいその違いがよくわかるんですが、シーチキン純の原材料名はキハダマグロとしか書いていないんです、うん、まあ、純粋にキハダマグロのみなんですね、うん、なるほど、はい。であの羽衣フーズさんのホームページにシーチキンの調理方法について説明しているページがありますので、どうぞご活用ください。もうこのコーナーのおかげで皆さんシーチキンに詳しくなりましたね。いや詳しくなりましたよ、はい、あのね、マグロ、カツオがある、フレーク、塊がある、はい、油漬け、水煮、オイル、不使用がある、缶もパウチもある、もう皆さんシーチキンマイスターですね。めちゃくちゃ詳しくなりました、はい、あのタンパク質についてなんですけれど、油漬けのシーチキン L フレーク1缶 70g のタンパク質は 12.8g、水煮のシーチキン純には1缶に 13.4g、オイル塩シーチキンは1缶 11.1g です。なつさんはよくご存知だと思いますが、タンパク質は筋肉を作る大切な栄養素です、日本の食卓は特に朝のタンパク質が不足しがちです、シーチキンなどを使った朝タンメニューで朝タン生活習慣にしてみてはいかがでしょう。いやキャパイな、キャパイ、キャパイ、キャパイは、キャパイ、キャパイって、え、キャパいっぱいいっぱいぐらいすごいってこと。すごいってことです。キャパイ、キャパイっていう。ナツさんおにぎりも完食、はい、すいません、シーチキンおにぎりにしちゃいました。キャパイ、キャパイ、これもキャパイんだ、キャパイ。ありがとうございます。美味しい。来週以降もストック食品を美味しく食べられるレシピを今泉さんにご紹介していただきますので、よろしくお願いします、そして番組特設ページでは羽衣フーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています。応募フォームがありますので、そちらからご応募ください。今泉さんありがとうございました。ありがとうございました。以上羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショーでした。今泉さんありがとうございました。ありがとうございました。以上羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショーでした。例えば災害などもしもの時、不安な気持ちを和らげてくれるのは普段のお料理なのかもしれません。いつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。羽衣フーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし始めませんか。羽衣フーズ、ねえ、ははは、人間どもよ、この世界を滅ぼしてやる。そうはさせるか。くらえ、ローリングストック。解説しよう。ローリングストックとはいつもの食材を多めに買っておいて食べた分だけ買い足す新しい備蓄方法なのだ。おいヒーロー、それってもしもの時でも備えレシピショー。この時間は羽衣フーズがお送りしました。時刻は2時52分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さんお願いします。はい、お伝えします。政府は今日、日本の安全保障環境の改善に生かすため、法の支配といった価値観を共有する同志国の軍に資機材などを提供し能力向上を支援する無償資金協力の新たな制度を決定しました。フィリピンやマレーシアなどを対象国として想定しています。松野官房長官の今日午前の記者会見です。力による一方的な現状変更を抑止して、特にインド太平洋地域における平和と安定を確保し、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出するためには、我が国自身の防衛力の抜本的強化に加え、同志国の防衛力の抜本的強化に加え、同志国の抑止力を向上させることが不可欠であります。次に、先月国際宇宙ステーションから帰還した JAXA 宇宙航空研究開発機構の若田光一飛行士が今日オンラインで記者会見し、今後は日本の有人宇宙活動の発展に寄与したいと語りました。新人のサポートを含め、仲間の特に JAXA の宇宙飛行士の今後のフライトのための支援をしていくということとか、有人宇宙活動全体に寄与できるために、これまで私が経験させてもらったことを生かしていきたいなという、そういう強い思いを持っています。
59歳の若田さんは去年10月国際宇宙ステーションに出発し、新型太陽電池パネルの設置準備のため2回の船外活動に取り組んだほか、月面探査車の開発を見据えた実験もこなしました。現在はアメリカテキサス州で阿部明名人に挑む名人戦7番勝負の第1局が今日午前東京文京区で始まりました。渡辺名人は4連覇を目指し、藤井六冠は羽生善治九段に続き2人目最年少での7冠がかかります。おしまいに、アメリカメジャーリーグパドレスのダルビッシュ投手は4日ダイヤモンドバックス戦に先発で今シーズン初登板し、5回を投げ3安打1失点でした。パドレスはリリーフ陣が逆転を許し6対8で負けました。ダルビッシュ投手は1回は久しぶりにいい感じでまっすぐを投げられたと話していました。一方、右肘の手術から復帰したツインズの前田投手はマーリンズ戦に先発し、6回途中までを3安打1失点で9つの三振を奪う好投でしたが、ツインズは0対1で敗れ負け投手となりました。ブルージェイズの菊池投手はロイヤルズ戦に先発し、5回を投げ3安打1失点、今シーズン初勝利を挙げています。ブルージェイズは4がツインズは0対1で敗れ負け投手となりました。ブルージェイズの菊池投手はロイヤルズ戦に先発し、5回を投げ3安打1失点、今シーズン初勝利を挙げています。ブルージェイズは4対1で勝ちました。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。自動ドアのナブコシステム、久光製薬、他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時30分から。日本放送ショーアップナイター。 The Radio Show。マンゴー若ちゃんさんです、はい、自分は先月で5年間やってきた自治会の会計役からようやく解放されて、やっと肩の荷が下りました。領収書を持ってきてくださいと言っていたので、周りから随分嫌われていましたが、今月からそれもなくなり一安心しています。なるほど。今日のテーマ、肩の荷が下りましたという ね、見えるテーマですね。変だよね、絶対ね。自治会のね、会計係が一番やりたくないよ本当に。よかったね、お疲れ様でした。5年間、お疲れ様でした。マンゴー赤ちゃん、漫才協会のその何、みんなのこうハンコをもらって集めるっていうのも、あのなんかね、まだ送ってない人に俺から電話しなきゃいけないけど、まあ本当はそういう役はやりたくないからね。そのなんかみんな、まあね、まあ大変だけど、だん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 みんな慣れてきて、そっか、あの送れる人もいなくなってきて、増えてくるからね、やっぱり人数も大変だよね、それはね。そうですね。ラジオネームロシアンブルコさんですね、夫の両親を連れた旅行のアテンドを終えた時は、心底肩の荷が下りた瞬間でした。自分の地元が青森で、夏にねぶた祭りを見てみたいく、ねぶたを実は一度しか見たことがないため、あれこれ必死で調べて手配実行しました。結果、自分の実家に立ち寄れたり、美味しいものを食べたり、満足してもらえる旅になりましたが、帰省は気兼ねなくゆっくりしたいわと改めて思いました。なるほど、そういうことか。旅行のアテンドをね、しなきゃいけないっていうのはあるかもしれないですけど。大変だね。確かに。旅行計画、旅行会社の人じゃないからね、旦那さんだと大変だよね、本当ね。そうだね。旦那さんのね、ご両親ってなるとね、また気遣いする、ね、使うよ、気遣うでしょうし、そう、まあなんかこうね、若い人の店舗で歩いていけるかどうかもちょっとまた違ったりするからね。こういうのは大変ですよ。子供がいるってなるとまたね、大変ですけど。なるほど。計画やっぱり立てすぎちゃって疲れる時もあるからな。そうだ、それもあるからな。まあ、でも何も立てないくてダラダラ過ごすの嫌だもんね。嫌です。なんか逆算しません？どういうこと？だからその時間、ここに行くまでが何分かかるから、無駄がないように。だから皆さんお仕事的にそういうのあるじゃないですか、そのロケでこういう進め、段取りが、段取りちゃんとしてるかどうかとかね、やっぱ気になっちゃったりするよね。そういうのちょっとずれたりするとちょっとイラッとしちゃいますもんね。自分で計画立ってるのに。そうなんだよ。立ててみてはいいんだよね。ロケのこうスケジュールを一回うちらがやってみたらいいんだよね、段取り。そしたらもうイライラしなくなるのかもしれないね。そう、でもそんな流れるようにはいかないよ、絶対。俺はね、お店の居酒屋とかの予約だけはしないって決めてたの。
そうすると昼飯とかに子供って何食うか分かんないから、だからお腹の状態が分かんないのに夜の居酒屋に入れちゃうっていうのが一番ダメだと思ってたから、今回それ入れなかったらやっぱ、本当にそれは良かった。もう17時ぐらいにもう何も食べないとかって言い出しちゃったから、あ、良かった良かった行っちゃってるのに、その昼間ショッピングモール、そう、神さんと神さんのお母さんが、もう買い物が長い時間が長い、長い移動どうするって、まあ、それでイライラしちゃったからね、入れなきゃよかったんです竹内芳恵のティータイムズ、毎回会社の代表の方や経営者の方をお迎えして仕事の内容、こだわりなどを伺います。日本放送ポッドキャストステーションで毎週木曜お昼12時配信です。お茶でも飲みながらのんびり聞いてくださいね。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎と一度でも言われた方へ最大3600万円の給付金制度、前から気になってたは今日で終わりにしませんか。まずは対象かご確認を、0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー3時です。時刻は3時になりました。ナイツザ・ラジオショーをお送りしておりますさあ、それではなっちゃんからこの時間のお天気伝えてもらいましょう。はい、3時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 18.9 度、湿度 49%。 東京地方今日の天気は晴れのち曇り、関東地方は晴れ間もありますが次第に雲に覆われるでしょう。明日は雲が多く昼頃から雨が降りそうです。3時のお天気をお伝えしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ここで今日2人目のゲストの方に来ていただきました、こちらの方です、お世話になってます、オズワルド伊藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますこの前お笑い向上委員会見てたらさ、鹿児島太郎出てたよ。鹿児島太郎、モニター横に鹿児島太郎出てたよ。ごめんなさい、伊藤君に言う話じゃないでしょ、それは。テンションも上がらない。そっち、鹿児島太郎出てたよ。ごめんなさい、伊藤君に言う話じゃないでしょ、それは。テンション曲がらない。そっちじゃないでしょ、絶対。工場委員会ね。あの本をね、出したみたいで。工場委員会の話は何だった、岩倉さんのお母さん。なんでその、トップスピードでボケてくるんですかね。つかみみたいにさ。嬉しいからなんか突っ込んでくれる。いいパスだ。処理する前に。うん。俺本出したんだ。すごいね、これ。もういいって。誰の何それ。日本出したから、ビッグボーイズの鍋、鍋和夫の、たまらんぜ、誰の七転び八転びじゃないです。ビッグボーイズ鍋和夫の、これの本の宣伝できたじゃない。ごめんなさい、もう俺もう知らん、その人すいません、言いたくない、こんなのも鍋和夫、七転び八転びの宣伝できたわけじゃない。すいません、すいません、何がたまらんの、その人は一体。知っとけよ、たまらんぜラップぐらい。知らない、すいません、ごめんなさい。知らないの？すいません、ちょっと。西の師匠はわかるんですけど。東の師匠は。西の師匠仲いいもんね。うちの師匠。のりお師匠とか仲いいもんね。のりお師匠、え？のりお師匠って。うん、あ、西の師匠。はい、いや、のりお師匠。師匠いないでしょ、別にね。師匠はいないんですけど、そうですね。あの、盆地の修師匠とか、すごいお世話になってます。お世話になってますけどね。すいません、本当に。じゃあ本当にこの前、工場委員会ね、たまたま見てたら、なんかさんまさんが岩倉宮崎で岩倉のお父さんに会ったんやって、はいはい、なんか芸人はちょっと嫌だって言ってたって話してたじゃん、はい、なんかしてたらしい。僕は見てないんですけど、うんうん、レイジさんから聞きましたね、なんか、うんうん、はい、本当だからもう関係ないですけどね、そんなのね申し訳ないですけど、あので直接お会いしたことはないの？ありますよ。あ、彼女のお父さんも会ったことある、はい、彼女と、うん、彼女のお父さんと、うん、あのいとこの方と、うん、5人でお寿司食べに行きます。はい、その時はね、えらい上機嫌で、うん、あね、こう、うん、明るい方だなって、僕にもすごい気さくな感じだったんですけど、うんうん、まあ、いないとこでね、そんな風にさんまさんには言われて、だからね、芸人なんて絶対に、うん、芸人なんて絶対にダメだみたいなことをね、うんうん、芸人がたくさんいるところで言ってたらしくて。恐ろしいですよ、本当に。そっか、はい、自分の娘だって芸人なんだからね。そうですよね、うん、また劇で聞くっていうのもね、辛いね、それは。まあ愉快な方ですよね。ねえ、はい、そんな本、そんなことが書いてないです、そんなことは。その本そんなことが書いてある本じゃない、はい、これは結構な文章多いじゃん、文章、文章多いじゃんって言ってますよ。文章多い、いやだからそれエッセイなんで、うん、俺別にラノベみたいなの書いてるわけじゃないですよ。挿絵挿絵で
ね、やってるわけじゃなくて。見応えあるじゃんってことですね。なんかまとめてたの、うん、まとめたやつなのこれ。そうですね。連載の方をダヴィンチさんでやらせてもらって、ね、それと、ノートっていう文章を。あるある、最近よくやってるよね、みんな。で、書いてたのを、こう、編集して、うん、こう、まとめて書き直したりとか、あと書き下ろしな本か入れて、うん、はい。出させてもらいました。オビカズちゃんじゃん。そうなんです。カズちゃんだよ。そもそもが文章を書くきっかけは、カズレーザーさんにいただいて、うん、で、せっかくなんで、もしよろしければ書いてもらえないですかということで、カズさんに書いてもらいました。カズさん、合ってます、夏さん。いや、どういうこと？え、なんで合ってますって。あ、なんか最近。あ、先週水曜日、四ツ谷で合ってる、はい。あ、そんな感じで合ってるんですか。自分がバイクで帰ってる時に、向こうはチャリで、はい、歩いてた。チャリプライベートで教えてたそれ3週間ぶりに同じ場所ですれ違ったです、うん、そんなそれ3週間ぶりか、ね、恐ろしいコンビですね本当に逆に畑中君が合ってんの合ってるわめちゃくちゃこの後も会うし毎日会ってんのよ劇場もうねえよあいつの話ももう聞かせてよ聞かせてよ畑中に最終的に別にめっちゃ合ってます元気ですよ畑中ももうそれにつきますまだやってないでしょやってるわめちゃくちゃなんせやってると思ってんだ吉本の舞台数なめずにめちゃくちゃやってるめちゃくちゃやらせてもらってますよ。カズレーザーからは何て言われたの？そうだよね、だからな、うん、きっかけになったコロナ真っただ中というか、うん、で、どうしようかなみたいな、うん、で文章を書こうか迷ってるみたいな時に、うん、あもう絶対にこの期間で、うん、こう芸人がいろいろやるからって、それは後々仕事になるはずだからやった方がいいと思いますよみたいなことを言ってもらって、へー、そうですね、そこからちょっと書かせてもらって、でこちらなるほどでようやく2年ぐらいかかったんですけどああでも俺も読んだけどやっぱすごい良かった、はい、あの走れメロスの、うん、あの読んだ走れメロス走れメロスのとこはすごい良かった走れメロス、うん、あの本当にちょっとあるから走れメロスのとこも本当に本当にちょっと今ペラッとペラッと読んで、はい、あの見かけたんだと思う走れメロスっていう見かけたんだその、うん多分、テーマっていうかね。うん、あと、ナス、はい、ナスのとこもすごい良かったし、ナス。ナスとかはもう全く覚えて、どれのこと？あ、間違えた。マイナスだった。マイナスとナスひどいね。開業で。ナスのとこだけ読んじゃって。なんでこの後も、カタカナ全部覚えてる。CM の後も、オズワルド伊藤さんにお付き合いいただきます。日本放送、The Radio Show!ズー私台湾の知り合いからはですねジミーと呼ばれてますえちょっと待ってくださいなんでジミーなんですかジローだからああ新報ジローズームそこまで言うかは今日午後3時半からジミーどうもジミーって言うとなんか違うなジミー大西さんみたいだななんかイラスト描かなくちゃさあこの時間はですね、はい、こちらのコーナーをお届けしますさあこの時間はですね、はい、こちらのコーナーをお届けしますなっちゃんお願いしますプリーダイヤモンド種はい、はい、マヨネーズを出す音がプリーと聞こえた人一倍音に敏感な私安藤夏のようにリスナーの皆さんが日常生活で耳にする音がどんな風に聞こえたのかを文字にして送っていただきナイツのお二人とゲストのオズワルド伊藤さんに何の音か当てていただくコーナーです、うん、伊藤さんどうでしょう擬音強いっていう認識も強めですか、もっと言ったら別に弱えっていう認識もないですけど初めて聞かれたでしょそうですね擬音強いのっていうのはそういう番組でしょオールナイト富士子ってそういう違いますよ擬音だけで2時間生放送無理ですから、はい、金曜1時から3時まで深夜生放送ですよ擬音だけで誰が見るっすか言って擬音言ってますもともとの番組そんなんじゃなかったでしょやめてくださいって俺も前回出させてもらって、うん、花輪さんに、うん、確かそのバーカって言ったんですよあ、言った。はい、うん。僕もうる覚えなんですけど、うん、もうめちゃくちゃ DM 来まして、さすがに生意気すぎない。でもボケないでくれ、俺に。言っちゃうからね。言っちゃうし。言っちゃうから、はい、いや、言ってほしいんだよ。強いツッコミしちゃうから。言ってほしいんだから。やっぱその、反射的に出てしまった言葉をすごい拾われて、ね、やんや言うのは、それはもうなしにしようぜ、それは。それで DM が来ちゃうから。はい。そう困っちゃうね、変わる言葉ないもんね、バーカ。だってほんとバカだったし。そんなこと言われてもバカに言っただけだし言っただけだもんねすいませんバカじゃないよ大学出てるし、はい、計算だし大学出てるしそんな分かってんの別に踏まえて自分で言わないんでそういうことあんまり、うん、もっと大学出てんのになんでバカなんだって話ですよもうそれ余計やべえじゃねえかって余計やべえじゃん
いや、このコーナーもちょっと伊藤君にお付き合いいただくということで、はい、ありがとうございます。擬音のコーナーです。はい、はい、じゃあ第1問です。ラジオネーム八段階骨折さん、うん、じゃあ私の擬音から、はい、お願いします。いいですか。当てるってことですね。何の音かね、はい、当ててください。なんか落ちて、滴り落ちてんじゃん、これ。いや、もう全然わからん。の擬音です。まあ、風の、風に揺れる音じゃないか、旗が。おー、うん、ノートプリー。ノートプリー、ノートプリーですね。くっつくな。外れたというか。別に地声で言えばよくない、これね。コーヒーを入れて、はい、で、ほんとなんか、ポトポト、ボトボト、直入れみたいな感じの、フィルターから落ちる音。ノートプリー、うん、違うね、違うんだ。その音の大小はそのぐらいちっちゃいってことですか。まあ、そうですね、うん、まあ、こんぐらいかなっていう感じです。もう一回お願いします。プト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 。これ分かります。いや、ごめんなさい、もう一択というか、もうこれ以外の選択肢がなんか出てこないですけど、うん、はいはい、ちょっとずつうんこしてるとき。ノートプリー。やめろよ。やめろよっていうか、なんでそれ言ったくない。音的に、なんか、調子悪い時でしょ。調子悪い時の、うん、やめろよ。それしか浮かばない。それは岩倉。岩倉じゃないんですよ。岩倉がうんこしてるの、聞き耳立ててないから。妹、そっちの二択にすんなよ。別にお腹の調子悪くないから二人とも大丈夫ですよ。じゃあ、八段階骨折さんの、はい、擬音を言いますね。はい。なんだろうこれ。です。なんか、CD とかがバグった時の音。ノートプリー。ナイツさんはわりかし身近に聞ける音な気はします。ということは子供とかってことですかね。そういうことじゃなくて。仕事場で。仕事場で。じゃあ伊藤君は聞けない。どっちかっていうと浅草っていうのがヒントなんですか。うん、でも聞いたことは絶対にあります。あ、ポポポポポ。でナイツさんしか聞けないじゃん。なんかそのおせんべいとかそういうしか聞けないじゃん。なんかそのおせんべいとかそういう下町っぽいおせんべい屋さんのそういうおせんべいを焼く時の音とかですか。え、ノートプリー。ちげえのかい。そうみたいな顔してる。寄せとかね、はい、寄せとか、寄せでそういうタイプの。そうですね。あ、センスの音。あれ、イエスプリーズ。何がセンス。だから風の音かなと思ったのよ、初め。センスのこれ開く時の音か。じゃあノットプリーです。開く時の音。そうです、そうです。ああ、そっかそっか。じゃあこの音が届いてるので聞いてみましょう。はい、あ、これが本当の音ですか。センスを開く。ああ、そっかそっか。ほら、俺はちょっと違ったね。俺この叩く時の音かと思ったから。振る時の音でした。うんうん、なんかこうピシャってこうその後締めてほしいね、うん。うん、そうですね。うん、開いた後パパパパパパピシャって言ったら、これはもう8段階骨折に言ってください。自分じゃないんで。はい。いやそんな風に言われたらもう何も言えんけど。です。嬉し涙じゃじゃ丸さんです。はい、じゃあ私の擬音から言いますね。なんか焼いてる音だろうね。おしプリー。あ、おしプリなんだ。おしプリきた。焼いてる音。あーと、あれじゃない、ハンバーグ、あの焼け石、あの皿に乗ったやつ、ハンバーグ。ノットプリー。最後まで聞いてやってください。僕は、割と、はい。タバコを吸うじゃん、はい、伊藤君という。タバコの水にこう、シュッてやった時の音とか。なんで俺に正解かどうか。おしプリ。おしプリ。おしプリじゃなくて。なんで俺に答えたんですか。俺知らんから答え。伊藤君出したわけじゃない。じゃあ、嬉し涙じゃじゃ丸さんの、擬音言いますね。はい、あれじゃない、電子レンジで、うん、チンして、うん、で、開けた時に、うん、袋パンパンに膨らんだのが、ってジボムじゃないですか。あれじゃないですか。ノートプリー。何の商品か。電子レンジで膨らむって何の膨らむじゃないですか。伊藤君が結構ね聞いてんじゃない。毎日聞いてると思う。え、タバコ関係かな。タバコに。マッチ。マッチじゃない。おしプリー。おしプリ。マッチおしプリ。マッチを入
灰皿に、水の入った灰皿に入れた時だと。おしプリー、おしプリだ。タバコ関係でしょ。俺はあんまり吸わないから分かんないけど、ね、水につけたんだけど普通にマッチで結構、まあ、小さい音ですね。小さい音、もうここを聞かないと、こう聞かないと、タバコに火つけてこうで吸った時のチリって燃える音です。小さ、おしプリー、おしプリなんだ、おしプリなんだ、おしプリなんだ。タイマだ。いや、もうやめてって。プリーやめてよ。伊藤くんチャンス問題。俺が来た時に。じゃないの？なんで伊藤くんタイマチャンス問題なんですか？ないですよ。アメリカの人とかいますけど。何？タバコ吸う時何するんだろうかっていう。タバコ吸う時ってのはもうヒントなんですか？そうですよ。ライターの音ですか？もうだって火つけるしかないじゃん、だって。え？タバコに火つけて吸った音？何で？ん？何で？ああ、だからあの、あれか。要するに電子タバコの音ってことですか？ノットプリー、ジッポ、音聞きましょう。はい。ああ。だからライターで火つけた時の音ってことですか？ Yes, please。 いや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 、ちゃんちゃらおかしいわ。なんでだよ。ちゃんちゃらおかしい。私認めない。私おかしいわ。なんでだよ。ちゃんちゃらおかしい。私認めない。私認めない。認めないよ。私認めない。伊藤さん。師匠が来た。伊藤さんが。私も師匠も認めないよ。はい、ということで、リスナーの皆さんからの擬音のメールをお待ちしております。何の音がどんな風に聞こえたか送ってください。実際の音を聞きたいので、まだの方は音を取ってメールに添付していただけると助かります。件名はプリーでお願いします。小さい「い」が3つでプリーです。受付メールアドレスは rs@1242.com までお願いします。はい、ここで中央事務所に電話をして、過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく。返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいか、と電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。瀬古利彦さんを講師に迎え、5月18日木曜午後2時から東京八重洲で、心で走るマラソンリーダーからの提言をテーマに特別講演会を行います。抽選で100名様を招待します。応募は日本放送ホームページをご確認ください。車を高く売りたい方、車高しのサイトなら車高く売れるんです。なんで？車高しは最大8社の査定額を一気に比べられる便利なサイト。あとは一番高いお店を選ぶだけで車高く売れる。車高く売りたいなら車高しで検索。過払い金の確認は0120-10-10-10。法事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード。そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら、カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10。どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。The Radio Show。 さあ、引き続きオズワルドの伊藤さんに来てもらっております。お願いします。メールは来てます。メール来てます。はい、ヤマッキーさん。
伊藤さん、はい、擬音に弱すぎませんか？いやいやいや、扇子を開く音は、うん、夏さんの3回の擬音を聞いたら一発でわかると思います、はい、勝手に擬音に強いと思っていた私の見込み違いでした、うん、いや知らねえよそんなのだって誰も別に当てれてないし伊藤君擬音に強いと思ってた、ね、思ってたんですがっかりさせちゃったって、ね、だ誰がじゃイメージないんだけど擬音に強いって例えば誰ですか芸能人で いるんですかねいるんじゃないですか、うん、クイズで毎回擬音だけ当てるやつとかテレ東の佐久間さん、はい擬音に強いトーク。擬音に強い。だからやるんでしょその番組。いやだから、佐久間さんと俺とさらばの森田さんで、擬音の番組2時間やるわけじゃないんですよ。普通誰が見んのって。ねえ、港社長思い切りすぎでしょ。佐久間さん頭おかしくなったんですか何をやる番組じゃないあ、そう、番組はね、まだ。いや、まだ本当に、なんかがっつり確定してることってそんなにないというか。これから僕らも楽しみですね、うん、めっちゃ大変だね深夜ね深夜でしょ深夜ですだから毎週金曜はもう飲み行けなくなります、ね、うわ生活スタイルも伊藤君にはエンディングもつけるわけですね、はいはい、この後は日本チャレンジドアスリートをお送りします、はい、日本チャレンジドアスリートこの時間はアース製薬がお送りします。入門用バイオリンと世界に3台しかないプレミアムなバイオリン。わかりません。駆け出しの自称ダンサーとグローバルで活躍するプレミアムなダンサー。わかりません。近所のスーパーのパック入り豚肉とプレミアムな国産黒毛和牛。わかりません。どれもあんまり違いがわからないんですよね。普通のモンダミンとモンダミンプレミアムケア、オールインワンでお口の中を丸ごとケア。効果の違い、いつかわかります。あ、財布にお金がない！という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所はん？ローソン？その通り。ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ、ATM ならローソンへ。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。さあ1時からお送りしてきました日本放送ナイツでラジオショーあっという間にお別れのお時間となりました。クソババクソ辛抱辞のズームそこまで言うかです。ぜひお聞きください。明日は我々ナイツ11時半からのビバリヒルズから出演します。ぜひそちらからお聞きください、うん、木曜パートナーはハリセンボンの箕輪はるかちゃんで、ゲストにイグジットのお二人が登場です、うん、そして来週水曜日のゲストは小倉智昭さんがゲストとなりました。お楽しみに、うん、はい、ということでね、今日は、オズワルドの伊藤くんに3時台ゲスト、うん、ずっといていただきました、ね、ありがとうございます。最後までいさせてもらうの初めてで、ちょっとね、まあ、改めてちょっとこの本なんですけど、うん、ね、まあ、連載と書き下ろしもあるとは聞きましたけど、はい、内容はどういう内容？主にそのエッセイというか、うん、まあ、エピソードトークとか、うん、まあ、思ってることとかを書かせてもらってますね。なるほど、はい、ね、どんな方に読んでいただきたいですか？そうですね、大爆笑というよりはクスクスと笑いたい方に読んでほしいですね。なるほど。やっぱでも俺はアメリカのラッパーは2秒で決めるっていうところが一番刺さりましたね。その前後の文脈とか読んでますじゃないそれだと俺もマジで俺もラッパーとして言ってるからそれちゃんと前後の文脈あってそれですから、そういう読み方だから、うん、はい、いやそういう読み方はたどり着けた最後まで今日の一部見て今日頑張ろうって。違う違う、忘れちゃわないとこ読んだからそれって順番に読んでいかないと、ね、これイベントもあるんですね、うん、はい、何のイベントって、お渡し会イベントってのがありまして、これを渡すイベント、はい、サイン会とかじゃない、はい、4月8日の12時お昼から、渋谷のツタヤの特設会場でやらせてもらいます、1冊買っていただいた方には、うん、通常の、本の手渡しで、うん、2冊買っていただいた方には、直筆サイン本1冊と通常本1冊手渡しと限定ポストカードプレゼント、うん、3冊買ってくれた方には、うん、それプラスお持ちのスマホでツーショット写真撮影券がもらえるということですけど、そんなやつじゃないだろ変わったな。いや違うです、俺はこれもだからその角川さんともちょっと話し合って、うん、
もうこれはもう角川も一歩も引かないっていう状況ですよね。絶対やるんだと思う。それはもう僕 もうこれも腹くくってというか、でも逆に、ね、ありがたい言葉で伝えたいですしね、はい、買ってくれた方に、ね、はい、できれば3冊買っていただきたい、ね、できれば3冊買っていただきたいと、ねえ、ね、はい、いや本当に体気をつけてくださいよ、体、はい、お酒本当に、そうですね、ちょっと今日も飲みすぎちゃったんで、ね、今日だって帰ってないらしいよ家に。アメリカン BB アメリカン BB チキンの杉本と朝まで飲んでらしい。いやいいんだよそんな言わなくて。よく覚えたな。なんかそのちょっと飲みすぎちゃったんで確かに気をつけます。はい、ね、お願いしますよ。ということで最後につけていただきました。はい、ここまでの相手はナイズの土屋信彦、花野信彦、プレチャー大きなドナツと、オザルド伊藤でした。また明日。Và Diễm xin gửi đến tất cả mọi người một cái bài hát về cái chủ đề quê hương của mình. Đó là một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, được mang tên Quê Hương. Chung khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dập bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông, quê hương là cầu tre nhỏ
em trắng tỏ hoa cao rụng trắng ngói thêm quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nói thành cho con treo hái mỗi ngày quê hương là đường đi học con về dập bươm vàng bay quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng quê hương là con đò nhỏ êm đềm vua nước ven sông che nhỏ mẹ về nó lắng nghiêng che quê hương là đêm trắng tỏ hoa cao rụng trắng ngoài thêm quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi